おい、ちゃんと実家に来る支度してるんだろうな。ごめん、まだ起き上がれなくて。あん、お前が使えないから俺が先に行って代わりに昼準備してんだぞ。いけなそう、陣痛が。陣痛ってなんだよ。今日あれの実家で親戚の集まりだって前から言ってただろうが。そうなんだけど、もう臨月なのよ。いつ生まれてもおかしくないのに。腹が張るとか痛むなんてのはしょっちゅうだろうが。なんか今回は違う感じがする。予定日までまだ2週間あるんだから平気だろ。さっさとこっち来いよ。無理だ、痛い。今日はただの集まりじゃねえんだぞ。親父が還暦を迎えたお祝いでもあるんだ。分かってるんだけど。ママだけじゃ準備が大変だろう。お前が手伝うよ。辛いアピールしてくるな、鬱陶しい。どうしていつもそうなの。は？妊娠してから冷たくない？お腹の中に命があるんだよ。俺は普通に接してるっての。これが普通なら結婚してない。一丁前に文句だけは言えるんだな。陣痛とか嘘じゃねえ。波があるのよ。最近のお前つまんねえわ、マジ。どういうこと？どこか行こうとしてもお腹が張って動けないとか、今日はつわりがひどいとか、いろいろ理由つけて家事までやらせてくるだろ。それは申し訳ないと思ってるけど、体の都合上仕方ないのよ。演技だったんじゃねえの？違う、私も初めて妊娠して分かったけど本当に大変なのよ。夜も拒まれてすげえ腹立つし。私の気持ちも分かってよ。俺と弟6個差だから。ママが妊娠してたこと覚えてるけど、こんなヒーヒー言ってなかったぞ。お母さんはそうだったのかもしれないけど、二人目っていう余裕もあるからだし、こういうのは個人差があるんだから。つべこべ言わずすぐに来い。特別にタクシー使ってもいいから、これは大サービスだぞ。むしろ実家まで車だと20分かかるのに、歩きで来させようとしてたことにびっくり。ママがみんなのために朝から買い出しに行ってるんだぞ。戻ってきたら昼ご飯作るんだから、お前は嫁としてみんなをもてなせ。できないなら離婚だからな。離婚って話飛びすぎじゃない？それくらいの責任感を持ってってことだよ。あ、やばい。何？ダメ、無理。これは？お願い、今すぐ病院に連れて行って。は？本当に？うるせえな、病院行きたいなら自分で行け。ほんと使えねえ嫁。あまりの痛みに耐えかね、そのまま意識を失ってしまいました。私は春菜、28歳。1年半前に勇気と籍を入れ、すぐに妊活。母親になるのが夢だったので、妊娠は本当に嬉しい出来事でした。職場の仲間にも祝ってもらい、産休を取ることにも快く賛成してくれました。ほっとしていたのもつかの間、なぜか夫がどんどん冷たくなっていったのです。そして今があんな感じ。ほとんどサポートもしてもらえず、邪魔にされる毎日。正直うんざりしていました。この状況で夜の営みなんてできるわけないでしょと言ってやりたいですが、そんな元気もありません。私は意識を失ったままどうなってしまうのでしょうか。数分後、うちの嫁来られないって。え、春菜ちゃん、もしかして体調悪いのかしら。そんなんじゃないよ、ただ手伝いをサボってるだけ。もともと臨月の子に手伝いなんてさせる気ないわ。弟嫁ちゃんがいろいろやってくれるって言ってたわよ。そしたら弟にいい顔させることになるだろう。別にいいじゃないの、競ってるわけじゃないんだから。長男としての威厳がないなんて思われたくない。何言ってんだか。それよりも春菜ちゃんを一人にして大丈夫なの？だって来たくないって言うから。本当に具合が悪いわけじゃないのね。よく仮病は扱うけどな。どうして嘘だってわかるのよ。本当に具合が悪いんじゃない？夫婦なんだからわかるんだよ。そういうことに口出されたくない。はいはい、ごめんね。もう離婚しよっかな。え、どうしてよ。妊娠してから仲良くないんだ。喧嘩しちゃったの？向こうがずっと機嫌悪い。どんな風に？すぐ寝ちゃうし、急に泣き出し、家事もしないし。あら、俺が飯買ってきてやったらいらないとかほざくんだぞ。男のあんたには分からないだろうけどね、座りの時って米の匂いを嗅ぐだけで吐きそうになるのよ。そうなの？そういう時はゼリーを買ってあげるといいわね。ふん。妊娠している時はホルモンバランスがおかしくなってるんだから、そんな時こそあなたが支えてあげないと。俺だっていろいろ大変なんだよ。嫁のことは俺が気遣って、俺のことは誰が気遣ってくれんの？
うわ、ずいぶんなよなよした男に育っちゃったのね。ひど。お母さんはひろきが悪いと思うな。いや、俺は悪くない。本当だよママ。どうしてそう言える？だって春菜浮気してるから。嘘。俺見ちゃったんだ。いつ？この間。そう、それが本当だとしたら最低ね。だから俺が離婚するって言っても反対しないでくれる？するわけないでしょ。あなたの好きにしたらいいわ。ありがとう、さすが俺のママ。あの、買い物ちょっと遅くなるかも。レジも道も混んでそう。わかった、適当に準備して待ってる。2時間後。おい、本当に実家来ない気か？とうとう虫かよ。妊婦はいいよな、何でも辛いって言えば優遇されると思ってる。おい、通知で見てんだろ、既読つけろよ。はい。ほらな、やっぱり見てた。何でしょうか？本当に来ない気かって聞いてんだよ。ママも帰りが遅いし心配だな。そう。お前なんか知らない？買い物行ったまま戻らないし、スマホも見てないっぽいんだけど。きっと忙しいのよ。にしても不安だな。ママのことになると心配するのに、私の時はただ罵るだけなのね。お前はまだ若いし、かといって子供じゃないんだから自分でなんとかできるだろ。初めての妊娠がどれだけ不安かわからない。またそれか。前にも言われたのに分かろうともしないのね。なんだよ、普通に返事できんじゃねえか。病院に連れて行けとか言っておきながら。でもヒロケは無視して連れて行ってあげなかったわけ？ふざけんじゃないわよ。は？あんたのせいでこんな状況になったのね。私の孫を返す、クズだ。孫？え、何？どういうこと？話を聞いててどうもおかしいと思ってうちに寄ってみたら、春菜ちゃんが倒れていたわ。え、ママ！なんで？あんたの口ぶりからして彼女が体調不良だっていうのはすぐ分かりました。コストコで美味しそうなゼリーを買ったから届けようと思ったら、それどころじゃなかったのよ。倒れたって大げさな、寝てただけだろ。まだ分からないみたいね。彼女破水してたわ。破水って？そんなこともわからないの？もうどうしてこんなダメ息子になっちゃったのかしら。男なんだからわからなくて当然だって。私が妊娠した時はお父さんがたくさん勉強して助けてくれた。あんたは春菜ちゃんに何かしてあげた？何かって言われても、私の監督不行き届きね。まさかこんなことになるなんて。さっき孫を返せって言ってたけど、それってどういうこと？すぐに救急車に運ばれて病院の集中治療室に入ったけど、赤ちゃん生まれてすぐに息を引き取りました。え、春菜ちゃんは手術の後だし、あまりのショックで寝てしまってるわ。スマホが連続で鳴るものだから私が代わりに返事をした。本当に赤ちゃん亡くなったの？そう。今どんな気分？いや、信じられないよ。だってこんな簡単に死ぬ？赤ちゃんっていうのはそういうものなの。俺悪くないよな？まだそんなこと言ってるのね。信じられないのはこっちだって。だって聞いてくれよママ、春菜はいつも体調不良だって言ってたけど、ママは簡単に弟を産んでたよな。はあ？それを見てたから春菜は虚言吐いて楽したいだけだって思い込んじゃったんだよ。私が楽に子供を産んだことなんてありません。2回とも命がけだったわ。あれ？私が精神を目指さず健康的な赤ちゃんを産めたのはサポートしてくれたお父さんのおかげ。俺の記憶と違うよ。ヒロキもまだ小さかったでしょ。心配かけないためにあなたの前では元気なふりをしてた。大人になってもそんなことがわからないの？誤解してただけなんだよ。まさかこんなことで赤ちゃんが死んじゃうなんて思わなくて。ショック？まあちょっとは罪悪感があるよ。ちょっとって、あんたもう死んじゃえば。ママ！あんたとは縁を切ります。もう息子でも何でもない。罪悪感あるって言ったじゃん。完全に精神異常者だわ。それに春菜ちゃんが浮気してるなんて言ってたけど、どうせ嘘でしょ。なんで俺の話を信じてくれないんだよ。じゃあ男と歩いてるのをどこで見たの？どこでって？すぐに答えられないのはおかしい。それに浮気をしていたのはあんたの方でしょうが。何言ってんだよ、してないって。春菜ちゃんが証拠を抑えてるの。妊婦なんだから夫婦の営みができないのは当たり前です。それなのにあんたは猿か。証拠って何？あの子はね、利口なのよ。探偵に依頼して証拠写真まで手に入れてる。人の間に。それでも何も言わずに黙ってた。
春菜ちゃんの気持ちあんたにわかる？いや、わかんないか。もういいわ。わかる！わかります！切ないよな！このクズ！地獄に落ちろ！母親が言うセリフじゃないだろ！もう母親じゃないから。徹底的に言いたい目見てもらう。これから覚悟しておきなさい。何する気だよ。さあね、きっと孫もあんたを呪うだろうよ。やめてくれよ！怖いだろ！今、お父さんにあんたを家から追い出すように言ったから、二度と顔を見せないで。そんな、待って！じゃ、さよなら。ちょい待ち、ママ。あれ、パパが怖い顔してこっち来る。ちょ、待って！あー！後日談。離婚も成立したし、慰謝料も回収できたわね。はい、いろいろとご協力ありがとうございました。春菜ちゃんも元気になってよかったよ。ええ、それに可愛い孫のトーマも。ヒロキにはトーマが生きてるってこと本当に伝えなくてもいいんですか？合わせたいなら別だけど、この先関わらないならいいでしょ。そうですね、一生合わせる気ありません。それに亡くなった赤ちゃんが毎晩襲ってくる夢を見てて怖くて眠れないって連絡が来たわ。無視してるけど。うわ、一生苦しんでほしいですね。黙ってましょ。そうね、養育費は私とお父さんから振り込むから安心して。何から何まですみません。親の責任だから。と言っても感動したし、私たちも二度と敷居をまたがせることはないわ。ちなみにお母さんが言っていた痛い目見せるってやつは何だったんですか？ああ、きっと今頃会社が調べになっているでしょうね。どうしてです？今回のことを全て文章にして会社にファックスしたの。今頃すごい騒ぎになってるわよ。すごい、よくやりましたね。私も心底腹が立ったから。春菜ちゃん、本当に迷惑かけてごめんね。とんでもないです。お母さんが見つけてくれたからボスともに無事だったんですよ。力になれたのならよかった。これからも孫に会わせてくれる？もちろんです。よかった、これからもよろしくね。こちらこそ、末永くよろしくお願いします。お前のせいで遺産がもらえなくなった。は？夫様に不利益になるような行動を取るなんて妻失格だ。私はただお父さんの書斎で手紙を見つけただけよ。それが原因で今こんなことになってんだろうが。落ち着いて。というか、あなた今どこにいるの？イラついたから気晴らしにパチンコを打ってる。嘘、これからお母さんと一緒にお父さんのお墓参りに行くのに。知るか。実の父親が2ヶ月前に自ら命を絶ったのよ。悲しいとか思わないわけ？遺産がもらえなきゃ涙も出ねえよ。確かに手紙には遺産は全て寄付するって書かれてはいたけどさ、だからってあんまりよ。俺に相談もなく財産を慈善団体に渡すなんて考えた方がひどいだろ。お父さんにもいろいろ思うところがあったんじゃない？アホ親父の考えなんて理解したくもない。正直フミヤもお母さんも散財癖がひどくてよくお父さんとは揉めてたでしょ。それがどうした？今までのいざこざが積もり積もってってことなんじゃない？俺が悪いって言いたいのか？全部ってわけじゃないけど、実はお父さんが亡くなる前日にあなたのことで相談を受けたの。はあ？あなた最近お父さんにお金の援助を要求したでしょ。聞いたのか？ええ、それで揉めてて辛いって言ってたのよ。菜の子には言うなって釘を刺しといたのに。お父さんってもともとストレスをためやすい性格だからかなりしんどそうにしてたわ。なんでお金をもらおうとしてたのよ。お前には関係ない。うちって夫婦の財布はあなたの散財癖がひどくて別々にしてたでしょ。それがなんだ？子育てや生活にかかる費用は私の稼ぎで全部なんとかしてるのよ。あなたの稼ぎは全額自分のものなのにお父さんを頼るなんておかしいわ。夫様を疑うのか？お前最低だな。まさかこの前買った車が関係してる？余計な詮索をするな。後先考えずに買ったからローンの支払いに困ってお父さんを頼ったとか。うるさいな。あれは俺が貯めてた金で一括で買ったものだ。でもなんか怪しい。それを言うならお前こそ怪しい。は？親父と嫁がこそこそ連絡を取り合ってたなんて何か裏があるとしか思えん。普段からお父さんとは LINE でやり取りしたりすることはあったわよ。まさか金の話か？あなたと一緒にしないで。ミクの写真を送ってあげたりしてただけよ。娘を利用してお前も金を要求してたとか。だからそんなことするわけないでしょ。
今日だって親父の書斎で手紙をお前が見つけるなんて、偶然にしてはできすぎてる。前にミクが書斎でお父さんと一緒に遊んでた時におもちゃを忘れたらしいの。はあ？お母さんにも事情を説明してきちんと許可を取った上で書斎に入ったのよ。言い訳ができすぎてるな。絶対に裏があるに違いない。もういいわ。とにかく手紙には日付に署名、それから押印もされてて法的効力もあるんだから、きっぱり諦めなさい。こっちは予定が狂っていろいろと大変なんだ。愚痴くらい言わせろ。は？予定？何それ？こっちの話だ、気にするな。てか早く戻ってきてよ。そろそろお父さんのお墓に向かう時間なんだけど。いや俺は行かない。え？遺産を残さなかった最低な親に手を合わせるなんて誰がするかよ。夕飯までには戻る。じゃあな。嘘でしょ。義父が天国へ旅立ってしまったのは2ヶ月前のことでした。もともとストレスをためやすい性格だったため、長い間不妊症にも悩まされており、毎晩服用していた睡眠薬を大量に摂取したらしいです。警察も捜査してくれましたが、前々から遺言書の作成のため弁護士さんに相談をしていたり、身辺整理などをしていたことから自ら命を絶ったと断定。あまりに突然のことで驚きと悲しみでまだ気持ちの整理がつかず、4歳になる娘のミクも寂しそうにしていて胸が痛いです。それなのに実の息子である夫はショックを受けるどころか、お金の話ばかり。この人と結婚したのは失敗だったのかもしれない、そう思い始めた頃、娘のある一言で夫の態度はさらに豹変していったのです。数時間後。なんで俺が娘に犯罪者扱いされないといけないんだ。4歳児の言葉を真に受けるなんて変よ。ジージはパパに消されたったの。ジージのお墓前に行った時声が聞こえたなんて不気味なことを言われたのに、冷静でいられるわけないだろ。だからって私の言葉も聞かずに義実家から出ていくなんてどうかと思う。だからなんだ、俺はもうそっちには戻らない。なんでそうなるの？お願いだから帰ってきて。なんか急にお母さんが具合悪そうにもしてるのよ。あ、お袋が？あなたが出て行った後からずっと顔色は悪いし震えが止まらないみたいでね。病院に行こうって言っても本人は行きたがらないし。他に何か話したりしてないか？気分が悪いのか口数も普段に比べてかなり減ってるわね。本当大丈夫かしら？お蔵には何も話すなって伝えておいてくれ。なんで？いいから伝えろ。なら帰ってきて自分で伝えたらいいじゃない。ああ、もう鬱陶しいな。お前とは離婚する。なんでそうなるの？話が突飛しすぎ。夫様の言うことも聞けない上に、お前が育てた娘は父親を犯罪者呼ばわりする始末、こんなのうんざりだ。だからって一方的に別れるなんて言わないでよ。うるせえ、俺は本気だ。正直私だって前々からあなたとは離婚したいと思っていたわよ。なんだと？でもミクもまだ小さいし、いきなり父親がいなくなったら精神的にストレスを抱える可能性だってあるでしょ。だから我慢していたとでも言いたいのか？ええ、そうよ。ずっとあなたの自己中さに耐えてきたんだから。俺が悪者みたいな言い方すんじゃねえよ。うちに生活費は入れない上にお父さんとは金銭面で揉める日々、それに加えて今の状況よ、あなたにも非があるわ。舐めやがって。今から離婚届を取りに行く。記入してうちのリビングに置いとくから、お前も書いて出しとけ。何を言っても無駄か。それから貯金は全額俺が持っていくから。え？お前の口座にいくらか金が入ってんだろ、あれ俺がもらうから。何言ってるの？それはミクのために貯めたお金なのよ。知るかそんなもん。そもそも暗証番号も知らない通帳をあなたが持っていったところで何の意味もないわ。お前覚えてねえのか？は？ミクを妊娠した頃お前つわりはひどかったじゃん。そうだったけど、あの時外出すらできなくて銀行に行ってお金を下ろしてきてほしいって俺に頼んできたことを忘れたのか？は？実はまだ暗証番号は覚えてたんだよね。やめて、手を出さないで。今家に着いた。もう実家からタクシーなら10分もかからないからな。さーって通帳探してもするか。だからやめてってば。お、引き出し開けたら一番上に入ってた。あっさりすぎて笑えるわ。触らないで。500万、お前いつの間にこんなに貯めてたんだよ。なんだっていいでしょ。俺が最後に見た時は20万くらいしか入ってなかったのに、
前までは別の通帳に入れてたのよ。でもその銀行が不祥事を起こしたことで不安になって、お金をそっちに移動したの。そういうことか。ラッキー。それはミクのためのお金よ。お願いだから勝手に使わないで。そんなことならあんな面倒なことするよりお前から金をもらった方が楽だったかもな。今からそっちに行く。なら面倒だし、さっさとどんずらするわ。じゃあな。待ちなさい。まだ話は終わってないわよ。1時間後。この犯罪者。おいおい、貯金は夫婦共有の財産だぜ。窃盗にはなんねえよ。違う。は？お父さんがこの世を去ってしまったのは全部あなたのせいだったのね。証拠もないのにおかしなことを言うなよ。やっぱりミクの発言はお前の差し金だったんだな。お母さんが白状したのよ。え？あなたが作った睡眠薬入りのカレーをお父さんに食べさせたって泣きながら話してくれた。は？意味がわかんない。俺は何もしてないぞ。ミクがね、お父さんの声を教えてくれたの。またその話かよ。いい加減にしろ。俺はお前たちを恨んでない。え？母さんは家事も子育てもよくやってくれていた。それに甘えて仕事ばかりで本当にすまなかった。おい、さっきからなんだ。フミヤがこんな人間になってしまったのは俺が家庭をおろそかにしたせいだな。ただお前たちが犯した罪は償うべきだ。だから何なんだよ。今のは全部お父さんの言葉よ。そんなわけねえだろ。ミクに虚言をやめろって。母親ならきつく注意しろよな。4歳児が知らないような単語がいくつもあったのよ。これは間違いなくお父さんの言葉に違いないわ。おくらはそれを信じたのか。ええ、口調もお父さんそっくりだったからね。俺は何も関与してない。おふくろが単独でやったとかだろ。残ったカレーを冷凍で保存してたんですって。何？もしも失敗した場合また使えるようにと思って冷凍庫に入れていたのをそのままにしてたみたい。だとしても俺は関係ねえから。カレーが入ってたタッパー、これうちのだよね。似てるだけじゃないのか。メーカーは同じものだし、ちょうど2ヶ月前に突然なくなって困ってたのよ。知らねえって。蓋の右上部分が少しだけ欠けてるやつなんだけど、カレーが入ってたこのタッパーも全く同じ場所が欠けてるわね。偶然の一致だろ。そんなことある？可能性はゼロじゃねえ。まあいいわ、お母さんは罪を認めてるし、残ったカレーは証拠として警察に提出もするから、詳しく調べればあなたが犯人だってこともすぐに分かるはず。くしょ、何を言っても無駄ってことかよ。認めるのね。そうだよ、俺が金目当てで親父を殺した。やっぱりお金のことで口論になったんでしょ。それでお父さんがあなたには遺産を1円も残さないって言い出したのがきっかけだったってお母さんから聞いたわ。ああ、しかもあいつおふくろにも渡さないとかふざけたことを言い出したんだ。あなたたちは仲もいいし、お母さんからフミヤに遺産を一部渡すって可能性もゼロではないって考えたのかもしれないわね。その上知り合いの弁護士にガチで協力してもらって法的効力のある遺言書を作ろうとまでしてたんだよ。だからその遺言書が完成する前に犯行に及んだと。ああそうだ。でもその前に慈善団体へ全額寄付するように手紙を残していたのは誤算だったぜ。実はついさっきまたお父さんの書斎で日記を見つけたの。え？フミヤと母さんが何かよからぬことを企んでる。何をしようとしているのかは謎だが、これは早急に財産を何とかしないとって書かれてあった。感づいてたってことか。さすがに命を狙われるとまでは思ってなかったでしょうけど、あなたたちの不審な動きには気づいてたみたいね。ああもうなんだよ、俺の完璧な計画にも気づいてその上化けて出るなんて、最後の最後まで厄介な野郎でムカつく。反省する気はないのね。もういい、俺は逃げる。まだそんなこと言ってるの？言っとくけど警察には通報したし、あなたが逃走中だってこともすでに伝えてあるから。余計な真似しやがって。それから私から盗んだ貯金の500万円、あれも返さないなら窃盗よ。あれは夫婦のものだろう、盗みになるはずがない。婚姻内のものなら法的には私のものになるわ。え？あの貯金は独身時代に一生懸命働いて貯めたの。嘘言うな、ミクのための金だって散々言ってたくせに。結婚する前から子供を産みたいって思っててね、遠い未来で出会う子供のために貯金をしてたのよ。頼む、これをくれ。じゃないと今度は俺の命が危ないんだ。どういうこと？こっちにもいろいろあるんだ、させてくれよ。詳しく聞かせなさい。いや話せない。そうなら私も
被害届を提出しよっと。全部話すよ。だから助けてくれ。で、なんであんたの命が危ないのに。実は俺闇金で借金を打ち合ってて。はあ、いくら。最初は200万くらいだったけど、多分利息も含めるともっとでかい額になると思う。金遣いの荒い人だとは思ってたけど、まさか借金をしてたとは。車を買うのに金が必要で。自分で貯めたお金で買ったって言ってたじゃない。あれ嘘だったの。さすがに借金の話をするのは気が引けたというか。あなたには本当がっかりしたわ。警察に捕まったら離婚も確定ね。全部話したら助けてくれるんじゃなかったのか。そんなこと一言も言ってないけど。騙したら俺は逃げ切ってみせる。金だってお前のものとはいえ、今は俺の手の中にあるんだ。これを使って遠くに逃げる。あなた今駅前の居酒屋にいるのね。え？逃走に使ってるのはタクシーか。なんで知ってんだよ。ミクが教えてくれた。厳密に言えばお父さんだけど。いい加減にしろ。まさか俺のスマホに GPS アプリでも仕込んだんじゃねえだろうな。そんなことする余裕もなく、あなたは出て行ったのよ。じゃあ本当に親父が。だからそう言ってるじゃない。あ、近くに交番がある。嘘だろ。今警察にもあなたの居場所を伝えたから。交番も近いし、すぐに捕まっちゃうでしょうね。急いで店を出ないと。逃げてもすぐに居場所は分かるんだからね。もう観念しちゃった方が楽だと思うけど。あ、警察か。これで終わりね。あんたがどれだけひどいことをしたのか、塀の中でしっかり反省しなさい。後日談。その後フミヤは逮捕。もちろんお母さんもその日のうちに警察に連行されました。二人は裁判の結果有罪判決となり、懲役刑が下されました。また私とも離婚が成立。ちなみに盗まれた貯金は使用される前だったこともあり、無事全額返ってきました。二人は今刑務所の中で反省していることでしょう。またフミヤは闇金から借金をしていましたし、出所後も地獄は続くと思います。後日私は改めて娘と一緒にお父さんのお墓参りに行きました。お墓の前で手を合わせた時、じいじお空に飛んでいったよと娘が空を見ながら言った時、自然と涙が溢れました。妻と息子に裏切られたショックは計り知れません。今はただお父さんには天国で穏やかに過ごしてほしいと願うばかりです。こっちは産後で疲れてるのよ。退院して戻ってきたっていうのにどこに出かけてるわけ。ごめん、サイカがどうしても家にはいたくないって言ってて。5歳にもなってわがままな子ね。理由は？赤ちゃんが怖いって言うんだ。弟に対する嫉妬じゃない？それがさ、ちょっと言ってることがおかしいんだよ。何が？ママが抱いてるのは犯罪者の子供だよ、すぐに捨てないとダメって。は？誰が犯罪者だよクソガキ。なんてこと言うんだ。母子同室の入院生活だったのよ。誰だけ睡眠不足でイライラしてるかわからない。それは大変だったと思うよ。ただサイカだって俺たちの可愛い娘なんだ。特に上の子はフォローしてあげないといけないってネットにも書いてあったし。あなたが甘やかしすぎたからそんなわがまま言うの。サイカの気が収まるまでドライブしてていいかな。無理、すぐに寝たいの。早く帰ってきて。サイカが首を横に振ってる。困ったな。サイカはそんなに泣かない子だったけど、この子は一日中泣いてる。私だって休みたいんだけど。元気な証拠だよ。はあ？人ごとみたいに言わないで。あんたの子でもあるんだからね。疲れてるのはわかるけど、一体どうしたんだ。産前産後でまるで別人だぞ。本当に何もわかってない。ホルモンバランスとかいろいろあんのよ。そうだよな。無神経なこと言ってごめん。産後の動物は気が立ってるの。ちゃんとフォローする。そのために育休も取ったし。は？何それ、聞いてないんだけど。いや、仕事の都合でギリギリまでどうなるかわからなくてさ。
2日前くらいに上司が休んでいいぞって言ってくれた。勝手なことしないでよ。え、あんたが面倒を見るのは帰宅後と土日で十分。いや、でもさっき早く帰ってきてって。今日は退院したばっかりだからよ。俺がいると邪魔ってこと？昼間の育児は私がやる。だからあんたは稼いで。手当は出るんだけど。育休って言ったって満額じゃないでしょ。子育てにはお金もいるの。わかった、そこまで言うなら育休申請は取り下げるよ。今日は日曜日よ。さっさと戻って面倒見て。サイカが絶対に帰りたくないって言ってるから、あと少し様子見て、どうしてもダメなら俺の実家に預けてくる。それがいいわ。家でピーピー泣かれても困るし。サイカだっていきなり兄弟が増えて戸惑ってるんだと思う。あまりきつく言わないでやって。分かってるってば。じゃあもう少しだけ待っててくれよ。本当に急いで。娘のサイカは車の中でずっと泣いていました。あれは私の兄弟じゃないと言い続けていたのです。実は娘は普段から不思議なことを言う子でした。迷い犬を探してる飼い主に、神社で待ってると戻ってくるよと教えてその通りになったり、ただの偶然で片付けてしまうには回数が多すぎるのです。妻はこういう話は嫌いなので俺の心の中に留めてはいますが、娘をしばらく実家に預け落ち着くのを待ちながら少し調べてみよう、そう思ったことを後悔するほどの事実が次々と明らかになるのでした。数日後。ねえ、サイカが泣き止まなくてうるさいの。どうにかして。どういうことだ。まだうちの実家にいるはずだぞ。おむつ替え要員くらいにはなるかと思ってお母さんに連れてきてもらったのよ。待ってくれ、サイカの心の準備ができるまで戻さないって言ったよな。姉が弟の面倒見ないでどうすんのよ。サイカは何か言ってるか？その赤ちゃんは嫌って、そればっかり。この子おかしくなったんじゃない？サイカには特別な力がある。は？くだらないこと言わないで。本当なんだよ。あの子には普通の人には見えないものが見えるんだ。はいはい、冗談に付き合うほど新生児の母親は暇じゃないのよ。サイカはその赤ちゃんを異様に怖がっている。赤ちゃん帰りしてるだけ。こんな可愛い子のどこが怖いっていうのよ。サイカにしか見えないんだ。俺にはわからない。しかもまだ思ったことを上手に言葉にできないから俺も理解不能で。ちょっとは役に立つと思って呼び戻したのに、これじゃお荷物が増えただけだわ。また実家に連れて行くよ。母さんから LINE 来たけど、母親に言われたら連れて行かないわけにはいかなかったって言ってた。実家よりも先に精神科に連れて行ったら、どう考えてもおかしいわ。そんなこと言うなよ。あ、そうだ、私があの子の根性を叩き直してあげる。何をする気だ？お寺に預けましょう。は？修行させるのよ。それがいいわ。少しはマシになって帰ってくるんじゃない？そんなことする必要はない。それにお寺にだって迷惑がかかるぞ。坊主に悪人はいなさそうだし、適当に置いてくれば面倒見てくれそうじゃん。冗談だよな。質素な食事と規律正しい生活で根性を叩き直してもらおう。頼むからやめてくれ。仕事早退してすぐに迎えに行くから。戻るのにあと何時間かかる？今日は林県まで来てるから
3時間あれば戻れる。それだけあれば寺に預けて戻ってこれるわね。頼む。そんなところに連れて行かなくても実家に連れて行くんだから問題ないだろ。ついでに不思議な力とやらをお払いしてもらえばいいわ。信じてないくせに適当なことを言うな。頼むからそっとしておいてくれ。探しても無駄よ。あの子はスマホも持ってないから追跡もできない。やめろと言ってるのがわからないのか。警察に言うのも意味ないからね。私は母親なの。ママと娘のお散歩に警察は口出ししないから。お前産後できついんだよな。安産だったから回復が早くて調子がいいの。下の子はどうするんだ。よく寝てるし、まだ寝返りもしないからベッドに置いておけば大丈夫。最下に指一本触れるな。了解。ゴム手袋でもして連れ出せばいいんでしょ。じゃあね。マリカ、頼むから待ってくれ。無理。サイカにこれだけ伝えてくれないか。何？パパのリンゴだけはなくさないでくれって。何それ？お守りなんだ。はいはい。数時間後。本当に寺に捨てたんだな。人聞きの悪いこと言わないで、預けただけよ。住職も怒ってるぞ。お寺は子供を預かる場所じゃないって。え？もう居場所特定したの？今実家に連れて帰ってきた。あんな山奥の寺どうやって見つけたんだよ。適当にググったら出てきたけど。どうだかな。あなたこそどうやって見つけたの？サイカにはアップルウォッチを持たせておいたんだ。は？何のために？あの子には俺たちには見えないものが見える。それを追いかけてるうちに公園を飛び出して迷子になることが多々あったんだよ。それで位置情報を？一人で行くのはダメだと何度注意しても聞かなかった。誰々ちゃんを助けないととか意味不明なことばかり言って、母さんや俺の目を盗んで出て行ってしまう。ああ、だからリンゴって言ったのか。そうだ。外に出るときは必ずリンゴを持っていくようにと俺のを渡しておいた。これで俺と母さんは位置を把握してたんだよ。気づかなかった。でもある意味良かった。住職さんにサイカのことをいろいろ相談できた。へえ、例の不思議な力ってやつ？やっぱりサイカにはいろんなものが見えてるらしい。妄想でも病気でもない。科学では説明のつかないことがこの世には確実にあるそうだ。あ、らしい。私は信じないわ。そうか。じゃあ一つ試してみようか。実はサイカは弟のことを犯罪者の子供だから捨ててきてと俺に言った。なんて子なの、信じられない。俺はてっきりお前が犯罪者の男と浮気でもして外で作った子なのかと疑ってたんだ。ちょっと待ってよ、冗談じゃないわ。その件については謝る。悪かった。ってことは犯罪者の子ってのは見当違いね。やっぱりそんな力はこの世に存在しないのよ。違うんだよ。サイカは未来を見てたんだ。は？どういうことよ。君はいずれ罪を犯す。いや、もうすでに犯してるのかもしれない。何言ってんのよ。産後間もない私に何ができるっていうわけ？それがわからなかった。サイカの話を聞いてもあの子は自分の弟じゃないとしか言わなくて。それが意味不明なのよ。でも住職がサイカの言ってることを理解してくれた。サイカの言う通り、あの男の子は俺の子じゃないし、お前の子でもないんだよな。え？お前が産んだのは女の子だったそうだな。いつどこで入れ替えた？また変なこと言い出した。感染症が怖いとか言って、俺を産院に寄せつけなかった理由がやっとわかった。
適当なことばっか言わないで、いい加減に怒るよ。助産師さんと医師に確認した。カルテには女と記載されてるのに、連れて帰ってきた子は男の子だ。どういうことか説明しろ。それは、いろいろあって。そんな適当な言葉で納得できると思ってんのかよ。エコー検査の時、性別は女の子だって言われた。俺には産むまで知りたくないとか言ってたよな。そうよ。産むまでわからないと思ったから。じゃあなんでカルテと子供の性別が違うんだ。まさか誰かと交換したってことか。この世は需要と供給で成り立ってるし、似たようなことを考える人もいる。でも出生証明は医師が書くよな。嘘は書けないはずだぞ。それは医師が母親の名前やこの性別を出生証明に記入する以上、どうしても偽造できなくて、まだ戸籍には入れてない。だから母子手帳も頑なに見せなかったんだな。ということは無戸籍ってことか。そのうち策を練ろうとは思ってたんだけど。あれだけきついとか言ってたくせに、出生届だって自分でいつの間にか出してたよな。見られたらバレちゃうから、タクシーでささっと行ってきたのよ。何考えてるんだ。ってことはどこかに俺の娘がいるってことだよな。そうなるね。どこの誰と交換した、すぐに言え。言えない。あちらは念願の女の子だし、私はどうしても男の子が欲しかった。これでいいじゃない、きっとうまくいく。みんなで大事に育てよ。冗談だろ。戸籍に入ってない子をどうやって育てるんだ。苦労するのは子供なんだぞ。どうにかなる。日本では無戸籍で生活してる人が結構いるらしいのよ。冗談じゃない、俺は娘を取り返す。待って、サイカが姉でこの子が弟、それでいいじゃない。いいわけないだろ。なんでわからないんだよ、これは犯罪なんだぞ。ただの物々交換よ。私も相手も何も失ってないし、文書偽造だってしてない。呆れて物が言えないな。それに私が捕まればこの子はお腹を空かせて泣く羽目になる。そんな脅しが通用するか。じゃあ本当の娘を見つけて自分で説得しなさいよ。そう言われても無理よね。日本中の赤ちゃんがいる家を訪ね歩くでもしない限りは。お前少し落ち着いて考えてみて。公園で息子とキャッチボールできるのよ。楽しみになってきたでしょ。待ってろよ、必ず見つけ出してやるからな。できるものならどうぞ。数日後、見つけたぞ。は？母親の方は泣き叫んでだいぶ騒いだが、旦那さんが話のわかる人で助かった。ちょっと待って、どうやって？こっちにはサイカがいるってこと忘れてないよな。え、あの子が家まで特定したってこと？大まかな場所を地図で指し示してもらった。あとは探偵を使ってここ数週間で新生児が生まれた家庭がないか調べてもらったんだ。それにしても住んでる場所まで当てちゃうなんて。血がつながってるせいか苦労しなかったみたいだぞ。こんなことがあるの？で相手はなんて？すぐに警察を呼んだから今頃取り調べを受けてると思う。お前も時間の問題だ。私の息子はどうなるの？本当の家族の元へ戻るだけだよ。いやよ、念願の男の子なの。お願い奪わないで。そんなに男の子が欲しかったのか？うん、女の子が全く可愛いと思えないのよ。お前それサイカに言ったことあるよな。え？なんであんたは女なのよ、男が良かったのに。そう言ったんだろ。これで
サイカがスカートを嫌がってズボンばかり履きたがる理由が分かった。少しでも男の子っぽくしてお前に愛されようとしたんだ。そうだったのね。サイカのことも大事よ。嘘を言うな。大事な子を寺に置き去りにしたくせに。人がいない山に放置するよりマシでしょ。サイカからすればどっちでも同じなんだよ。長男だけに愛情を注ぎたかったの。サイカはなんか不気味だし可愛いと思えなかった。最低だな。元はといえばあなたが悪いのに私のせいにしないで。は？俺が何したんだよ。性別を決めるのは男性の遺伝子なの。女しか作れない脳なしってことよ。なぜそんなに男にこだわる。我が子が健康に生まれてくれればそれでいいとは思えないか。思えない。友達が言うのよ。男の子は小さな彼氏だって。それが理由？ママと結婚するとかパパと結婚してることを言うと泣いちゃうとか可愛すぎるのよ。それに比べて女の子は同性だからか全然可愛くないし。だったら離婚して親権を俺に渡せばよかったよな。あなたの遺伝子ならきっと可愛い男の子が生まれると思ったのに結局ダメだったじゃない。俺の責任なわけないだろ。子供は授かり物だ。お前にはうんざりだよ。5年間お疲れ、さようなら。離婚するってこと？お前に人を育てる権利なんかない。待ってよ、サイカだって私がお腹を痛めて産んだのよ。だからなんだ。その後大事にできないなら偉そうに言ったところで説得力なんかないんだよ。じゃあサイカはあげる。長男だけは私にください。何度言わせるんだ。お前に長男なんていない。いるとしたら次女だ。それに相手の旦那さんがすぐに引き取りたがってる。え？母乳育児だと知って旦那さんがショック受けてたよ。どうして？お前の汚い血が大事な我が子に混じったからだろ。ひどい。一生懸命フラフラしながら育ててきたのよ。お前は頼まれてもないことを勝手にされて喜ぶのか。絶対にバレないと思ってたのに。サイカがいなければ気づくのはもっと後だったかもしれないな。あの住職の寺に捨てたのが誤算だったわ。サイカの力を理解できる数少ない理解者だ。たまに遊びにおいでと言ってもらえてサイカも喜んでたよ。そんなことはどうでもいいのよ。私はこれからどうなるの？まずは出生届を出してない時点で罰則の対象になる。それからこの交換もおそらく違法だから何らかの罪になるはずだ。怖いのは損害賠償請求だな。誰が誰に請求するの？その男の子の父親がお前にだろう。当然俺もする。大事な娘を奪われたんだからな。待ってよ、産後の女性になんてひどい仕打ちなの？産後だからって何でも許されるのか。どんな罪を犯してもいいのか。でも少しは多めに見るとかそういう法律があってもいいんじゃない？残念ながらそんなものはない。くそ。一つ聞きたいんだが、俺が育休を取ったと言った時猛烈な勢いで拒絶したよな。あれはなんでだ？男でも家に入れてたのか？まさか私が愛してるのはこの子だけよ。浮気なんてするわけない。じゃあなんで？無戸籍のこととか弁護士を家に呼んでいろいろ相談する予定だったの。まだ小さいから外には連れて行けないし。そんなことだったのかよ。こうなったら誰の子でもいい。必ず男を産んでやる。サイカに占ってもらえない？ママはいつか男の子を授かれるかって。そんな残酷なことを聞けると思うか？ケチ。ちなみにうちは男三兄弟だったが母さんは今でも愚痴ってるぞ。男の子なんて言うこと聞かない、ふざけ出したら止まらない、
学校への呼び出しは数えきれないって。それは育て方が悪いからよ。今目の前にいるからそう伝えといた。別にいいわ、もう嫁でも姑でもなくなるんだし。ああそうだ、彩花を置き去りにした保護責任者遺棄もあったな。これだけあったら実刑もありえるぞ。え？嘘だよね。私罰金くらいで済むと思ってたんだけど。だといいな。裁判楽しみにしてろ。あなたはこの子と離れるの寂しくないの？一度は我が子だと思ったし、そりゃ寂しいよ。でも本当の親の元へ戻してあげるべきだ。血のつながりなんて何の意味があるのよ。彩花のおかげで今回のことは明らかになった。あの子には感謝だな。変な子産んじゃったわね。住職曰くそのうち力は薄れていくそうだ。本人のためにもそれがいいし、俺もそう願ってる。あなたに育児ができるの？お前に心配されなくても大事に育てる。長女も次女もな。やっぱり交換しちゃうんだ。あ、二人分の養育費も忘れないように。なんで私が払うの？親として当然の義務だ。最悪、二人も女の子なんて産むんじゃなかった。しおらしいこと言ってたが全く反省してないようだな。容赦しないから覚えてろ。え？俺からも慰謝料請求する。一体いくらになるのよ、ふざけないで。後日談。裁判の結果、マリカも交換した母親も有罪となり、前代未聞の事件として話題になりました。マリカは懲役7年、もう一人は5年です。保護責任者遺棄の差でしょうが、それでも短すぎると思います。相手方の旦那さんからも500万の賠償請求をされ、支払い総額は養育費含めると2000万を超えそうです。少しは反省して娘たちの様子でも手紙で聞いてくるかと思いましたが、マリカが手紙を書いたのは例の男児の方の父親に向けてでした。私の息子は元気ですか？こんな手紙が届いたら不気味でしょうね。すぐに燃やして受け取り拒否をしているそうです。次女は純愛と書いてピュアラというキラキラすぎる名前が付けられていたので、火災で名前の変更の手続きをし、彩花と命名しました。名付け親の彩花はよくお世話をしてくれて本当に助かってます。3人で楽しく暮らそうな。王子様を見つけたわ。私はプリンセスになる運命なの。あなたとは本物の愛ではなかった。その豪邸はもらうから早く出てって。え、どういう意味？もうご飯できてるぞ。昨日ガパオライスが食べたいって言ってたでしょ。離婚してって言ってるの。え、いきなりどうしたの？私の王子様が見つかったのよ。いやいや、 LINE で離婚話とかないよ。とにかく帰ってきなよ。いやよ、もうあんたとは暮らさない。王子が嫌がるわ。王子って浮気してたのか？浮気なんてちっぽけな言葉で簡単に片付けないでよ。これは神様が与えてくれたチャンスなの。浮気は浮気でしょ。君は既婚者でしょ。私が昔フランソワだった頃の全然前世から王子とは結ばれてたのよ。君の名は斉藤七子だよ。とにかく離婚するからお城から出てって。有席配偶者からの離婚は認められないよ。ある席？何？フランソワには難しかったか。浮気した側からの離婚は認められていないんだよ。嫌がらせ。男の嫉妬は醜いわよ。そういう問題じゃなくて、 LINE じゃなくて話し合おう。一旦帰っておいでよ。もうあんたの顔見たくないの。王子だけを記憶に焼き付けたい。そうは言ってもこれはないよ。往生際が悪いわね。これは運命なの。運命って僕の時もそう言ってたじゃない。早くそのお城から出てってね。何言ってるんだよ。なんで僕が出てくんだよ。私の好きなようにデザインしたのよ。プリンセスが住まなきゃ意味ないでしょ。
確かに君のために建てた家だし、ピンクばっかりで君らしいけど、ローンも残ってるし家は渡せないよ。私の言うことが聞けないの？いつも聞いてくれるじゃない。君が料理しなくても掃除をしなくてもブランド物を欲しがってもできる限り答えてきたはずだよ。だけどこれは違うでしょ。あんたちょろかったわ。私のために毎日ご飯作ったりさ、すごく必死で見てていたかったわよ。君のためを思ってしてたんだ。そんな風に思ってたなんてがっかりだよ。何言ってるの？あんたが私に使うお金なんてせいぜい月に40万程度でしょ。王子はもっと尽くしてくれるわ。僕も相当頑張ってたと思うけど。あんたとは何もかもが違うの。お金持ちだしイケメンだしね。そのお城は私と彼の愛の巣になるのよ。それはあんまりだよ。浮気したのは君だろ。結婚式で幸せにすると誓ったくせに不幸せな結婚だったわ。その慰謝料として家をもらう。そんな無茶苦茶な。財産ももらうわよ。半分もらう権利があるらしいし。誰かに聞いた口ぶりだね。浮気して離婚するなら慰謝料はもらえないよ。浮気っていうのは一線を越えてからなのよ。これは純愛、プラトニックなの。それで離婚は言い出さないでしょ。関係持ってるから離婚したいんでしょ。証拠あるの？今まで気づきもしなかったくせに。バカは黙って出てきなさいよ。仮にも夫婦だったのに散々な言い方するね。最近家にいなかったのはそのせいだったのか？生活費くらいは持ってっていいわよ。通帳とキャッシュカードは私が持ってるけど、そこに現金置いてあるから、しばらくそれで生活できるでしょ。どこに？ないけど。あるでしょ？冷蔵庫に5000円貼ってある。5000円で何しろってんだよ。しばらくってどのくらいの設定だよ。贅沢しなきゃ次の給料までそれで生きていけるでしょ？出て行けって言うくせにホテル代もくれないのか。それにその通帳に給料入るでしょ？とりあえず返してよ。は？なんで？なんでって、ローンとかもその口座から引き落としだから勝手に使われちゃ困るんだよ。だってあんたのクレジットカードもう使えないし。僕のクレジットカード？なんで使えないの？知らないわよ。使えませんって言われたの。っていうか、夫のカードでも無断で使用するのは違法なんだけど。あんたのものは私のものでしょ？違法もクソもないわよ。それに限度額は500万円のはずだけど。愛のためにはお金がかかるの。私はあんたと違ってプリンセスなんだから、服も爪も髪も一流じゃないと私には合わないの。それはいくらなんでも使いすぎでしょ。支払いどうするんだよ。あんたが払いなさいよ。それでも幸せにできなかった慰謝料のうちよ。お互い頭を冷やそう。僕は一旦実家にでも戻るよ。でもまだ僕の家でもあるから勝手なことはしないでほしい。出てってくれるのね。やっとお城に戻れるわ。あんたの荷物はまとめといてあげる。離婚届はそっちに郵送するから。後で実家の住所 LINE で送っといて。実家の住所くらい覚えとけよ。考えを改めてくれることを願ってるよ。ありえない。この美貌はあんたにはもったいないわ。僕の名前はたかし。2年前に結婚し、外資系の会社員をしています。妻のななこは一切家事をせず、料理や食事も作ったことがありません。それでもななこを愛していた僕は、家事一切を引き受け、ナノコの希望通りピンクとキラキラの豪邸を去年の春に建てました。そのナナコがいきなり離婚をしたいからこの家を出て行けと言い出したのです。いつも通り食事を作っていた僕は驚きましたが、浮気の証拠もなかったため、一旦実家に戻ることにしました。離婚届送ったんだけど、ちゃんと出してくれたの？あんたが財産分与するのずっと待ってるんだけど。やっぱり気持ちは変わらないんだね。まだ期待してたの？ありえないって言ったでしょ。聞きたいこともあるし、一度会って話そう。家の名義はいつ私になるの？ほんと話聞かないな。家を渡すつもりはないよ。は？もう私の家なんだけど。あんた出てったじゃん。一旦出ただけだよ。そう言ったでしょ。はぁ、うざ。いいから家と財産渡してよ。そうはいかないよ。鏡見て出直しなよ。その顔面とやってく気はないの。その言い方はあんまりだよ。だってそうでしょ。あんたのいいとこお金だけじゃん。なのにそれも王子に負けたし、全然前世からやり直しな。顔面狂気との結婚は罰ゲームだっけ。え？顔見てやるだけでも給料欲しい。それどこで？家出る前にカメラ仕掛けたんだよね。カメラってどこに？寝室とリビング。家に帰ってきてないのにそんなことできるはずないわ。見たから会話知ってるんでしょ。携帯で確認できるようになってる。盗撮じゃない、犯罪よ。
残念だけど自分の家にカメラ仕掛けても何の罪にもならないんだよ。なる！プライバシーの侵害よ。秘密録音って言ってね。これ以上は説明めんどいからググってくれる？通報してやるから、嫌なら財産全部とお城の名義を早く渡しなさい。やってみれば。今気にしなきゃいけないのはそこじゃなくて寝室のカメラだと思うけど。寝室ってまさか嘘でしょ？バッチリ映ってた。僕の妻と既婚者のはずの親友が。そこまでするなんてありえない。いつも会社で励まし合ってきた同期が浮気相手だったとは驚きだったよ。あいつ去年社長の娘と結婚して奥さん妊娠までしてるんだぞ。お前ら何やってるんだよ。そんなこと知らないわ。とにかく豪邸と財産はもらうわ。なんでそうなるの？財産分与なし、家も渡さない、慰謝料100万円を一括で払う。これ認めるなら離婚してあげるよ。それはやりすぎでしょ。100万なんてふっかきすぎよ。あと勝手に使った僕のクレジットカードの分も500万も払ってね。全部で600万？無理に決まってるじゃない。慰謝料は相場よりも安いと思うよ。あいつに払ってもらったらいいでしょ。王子はお金持ってるんでしょ。そっか、そうね、分かったわ。王子がお金持ってるからそれでいいわ。あんたと違って彼は解消あるから超尽くしてくれるからね。じゃあそれ書面にしてよ。弁護士に書類を届けてもらうからさ。弁護士まで用意してるの？用意周到ね、いやらしい男。なんとでも言ってくれ。君よりはマシだと思うけど。早く持ってこさせてよね。あんたなんかと夫婦だったなんて人生最大の汚点だわ。初めて意見があったね。僕も同じ考えだよ。今日中に弁護士に行ってもらうから、その時通帳やカードも渡してくれよ。っていうか会社で彼に会っても変なこと言わないでよね。変なことって？料理も掃除もできる女になってんの。君もむちゃくちゃだな。一度もしたことないくせに。うるさい。財産分与なしで離婚してあげるんだからそれくらいいいでしょ。まあいいよそれくらい。部署も違うしそんなに合わないしね。私がセレブになっても連絡してこないでよね。あなたとはこれきりよ。こっちのセリフだよ。私の王子様はあなただった。数々の困難は絆を深めるための神様からの試練だったのね。たかしさん聞いてる？愛してるわ、ずっと昔から。どちら様ですか？あなたの運命の相手よ。試練を乗り越えて戻ってきたの。戻ってくるな。もう連絡しないって言っただろ。あんな男に騙されるなんて神様って意地悪ね。メルヘン語ってないで。どうしたの君の王子様は。ひどいのよあの詐欺師。お金持ちなんかじゃなかったの。知ってたよ。奥さんが社長の娘なだけで、あいつはただのケチ男だよ。ま、仕事はできるし尊敬してたけど。なんで言ってくれなかったの？あいつなぜか奥さんに浮気がバレて慰謝料請求されるからって、今まで買ってやったものの全部返せって言ってきたのよ。知ってるよ。え？なんで？奥さんにリークしたの僕だから。それにあいつは甘いからドケチだから。尽くしてくれるなんて言ってたけど、おかしいと思ってたんだよ。なんでそんなことすんのよ。俺の嫁の先祖キューピーマヨネーズ、デブは女じゃないよねとかって喜んでた音声付きで情報渡しといたぞ。最低、ひどいわ。妊娠してる奥さんの体型の悪口言って、お前らずっと爆笑してたじゃん。どっちがひどいんだよ。奥さんが私にも慰謝料請求するって。当たり前だろ。騙されてただけよ。お金持ってるって言ってたから、夢だったプリンセスにやっとなれると思ったのに。残念だったな。夢を叶えたいなら自分が成長した方がいいぞ。ねえ、私たちやり直せるよ。二人で幸せになろう。お前とは絶対幸せになれない。あんたが何と言っても絶対に離婚しないわ。は？もう夫婦じゃないけど。え？お前離婚届送ってきたじゃん。忘れてた。そんなの無効よ。直筆だし、公正証書にも自分でサインしたじゃん。離婚届なんか速攻で出してきたよ。そんな、嘘でしょ？あれだけ暴言吐いといてよくやり直せるとか言うよな。本当にごめんなさい。出来心だったの。心を入れ替えるわ。僕はもうお前なんかいらないよ。あとお父さんにも全部説明したから。あ？お父さんに言ったの？なんで？なんでなんで？当たり前だろ。家族だったんだから。お父さん怖いの知ってるよね。なんでそんなことすんの？すげえ怒ってた。感動するって言ってた。やだ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 。お願い間違いだって言って。やだ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 。ああ、お父さんから伝言預かってたんだ。伝言？手切れ金代わりに、たかし君への慰謝料を払ってやる。あとは自分で何とかするんだな。二度と帰ってくるな。だって。
冗談でしょ？これからどうしろっていうの？奥さんにも慰謝料請求されるし、お金なんてないし、働いたこともないし。こうなってみると、本当お前底辺だな。何でもするから許して、ごめんなさい。もう一度チャンスちょうだい。来来来世でも無理。じゃあな。高橋さん、待って、お願いします、高橋さん。七子は奥さんから請求された慰謝料と勝手に使い込んだクレジットカードの返済でいくつかのサラ金に手を出してしまい、多重債務者になっているようです。今は3つのアルバイトを掛け持ちして朝から晩まで働いているそうですが、あの性格ではすぐにクビでしょうね。クビといえば、かつての親友は社長の娘である奥さんを裏切ったことで社長の怒りを買い、会社を辞めさせられました。仕事も家族も失って不老者のようにふらふらと歩いているのを見かけましたが、自業自得、因果応報というものです。僕はというと、この事件以来社長の娘さんと親しくなり、今ではこの話を魚に二人でよく飲みに行っています。お腹の赤ちゃんのために彼女はお茶ですが、生まれてくる子を見るのが楽しみです。毎日料理や掃除をしなくてよくなったので、仕事の効率も格段に上がりはかどったため、来月には昇進を控えています。来来来世でも七子と出会わないよう心の底から願っています。パパ助けて、ママがいないの。え、ママと一緒に映画を見に行ってたんだよね。うん、でもね、ママがお仕事だからって途中でどっか行っちゃったの。サンゴ一人にしてか。うん、2年生だから一人でも大丈夫ってママが言ったの。え、嘘だろ。2年生はもう大きいんだからしっかりしないとダメよってママに言われたの。そんなこと言われたのか。サンゴ2年生だもん。1年生と違ってお姉さんだから一人でも我慢しないといけないよね。サンゴ偉いね。でもこの前もボールプールで遊んでたらママがどこか行っちゃったの。え、前にもあったのか。うん、でもその間の時はママすぐに来てくれたんだよ。今日が初めてじゃなかったなんて。公園で遊んでいる時とかお買い物の時とかもちょっと待っててってママはどこか行くの。あいつそんなことしてたのか。ねえ、ママは誰と一緒だったかわかるのかい。わかんない。でもいつもお電話してる。そうか。それで今日も映画が終わったら映画館の外で待っててって。もうどのくらい待ってるの。ほんとね、1時間くらいかな。そんなに。サンゴずっと待ってるんだよ。でもママが帰ってこないの。ママには電話した。うん、何回電話してもママ出ない。あいつ。ママ迷子になっちゃったのかな。サンゴどうすればいい。お腹空いたよ。もう夕方だもんな。サンゴいつまでここにいればいいのかな。もう少しだけ待っていられるかな。わかった。でもたくさんは嫌だよ。今からパパは会社の人にお願いして早く仕事を抜けられるようにするからね。それでできるだけ早くサンゴのところに行くよ。本当？もともとパパも一緒に行くはずだった映画だもんね。パパが急に仕事になったのが悪かったんだ。ごめんな。でもパパもママもサンゴのためにお仕事してるんだよね。そうだよ。今ね、パパは早く帰ってもいいって会社の人に言ってもらえたよ。だからこれから行くね。じゃあパパのこと待ってるね。もう少しだけ一人でいることになるけど大丈夫？サンゴは大丈夫だよ。だってパパが来てくれるもん。偉いぞサンゴ。でも寂しいから早く来てね。パパは今すぐサンゴのところに行くからね。俺は急いでサンゴを迎えに行きました。サンゴは一人ぼっちで映画館前のベンチに腰掛けていました。そして俺を見た途端、安心したのかわーわーと泣き出したのです。俺は青谷、38歳。IT 企業で働くしがない会社員です。妻の黄緑と小学2年生になるマナ娘のサンゴとの3人暮らし。我が家では夫婦共に働いているので、毎日学校が終わるとサンゴは学童保育へ通っています。だから日頃仕事が忙しくて寂しい思いをさせている分、休みの日は家族とゆっくり過ごしたいのですが、最近休日出勤や出張が多く、なかなか時間が取れません。本当なら今日は家族で娘の大好きなピンクサファイアの映画を見に行く予定でした。なのに突然休日出勤になり、仕方なく妻に娘のサンゴを任せたのです。
妻の黄緑も最近仕事が忙しいと盛んに言っていましたが、まさか娘を置いて行ってしまうとは。せめて俺に連絡をしてくれればいいものを。俺はサンゴと一緒に家に帰り、夕飯の支度をしながら何度も妻に電話をしました。ですが、いつまでも連絡がつかなかったのです。ねえ、何回も電話してきたけど何？やっと連絡がついたな。お前どこにいるんだよ。サンゴとショッピングもあるよ。今日は映画を見に来たから。はい？本当は青山も一緒に行くはずだったでしょ。なのに急に仕事って言い出すもんだから、私一人でサンゴを連れてきたんじゃないの。サンゴはそばにいるのか？ええ、もちろんよ。へえ。映画見てサンゴの好きなスパゲティ屋さんでご飯を食べて今から帰るところよ。どうせあなたはまた夜中なんでしょ。別にまだ外にいてもいいじゃない。ああ、サンゴと話をしたいな。今から電話するよ。それが今はサンゴはトイレなの。なら少ししてからかけようか。ダメよ、この後行くとこあるし。へえ、どこ？どこでもいいでしょ。サンゴを探しに行くのか？え？サンゴは今俺と一緒に家にいるんだけど。何よ、家にいるなら早くそう言いなさいよ。で、お前は子供を置いて今どこにいるんだ？ショッピングモールって言ったでしょ。サンゴをずっと探してたのよ。サンゴの携帯に何回連絡しても電話に出ないし、すごく心配してたんだからね。青谷が連れてったならさっさと連絡して。探し回って損したわ。何回も連絡しただろ。電話に出なかったのはお前も一緒じゃないか。だってあなたは仕事中だと思ってたんだもん。あのな、サンゴからお母さんがいないって俺に SOS が来たんだぞ。サンゴがそんなこと言ったの？一体どういうことだよ。急に仕事の連絡が来たの。映画が終わるまでには戻れると思ったのよ。なんで休日に突然仕事の連絡が来るんだよ。あら、それは青谷だって同じでしょ。急に仕事だったじゃないの。それはそうだけど、俺のは前日には分かってただろ。それより一人ぼっちにされたサンゴの気持ちを考えてみろよ。仕事なんだもん、仕方がないじゃない。だったら俺に連絡すればいいだろ。だって仕事中じゃないの。そもそも青谷が先にサンゴとの約束を破ったのよ。それはそうだけど。それに青谷がいてくれればこんなことにはならなかったのよ。私のせいじゃないわ。全部青谷の責任よ。え、俺のせい？こうなったのは全部あなたの責任だから私に文句言わないで。でもサンゴがかわいそうだろ。まだ2年生なんだぞ。かわいそうだと思うならあんたが週末に仕事入れるのやめて。わかった。今度からなるべく調整して週末は開けるようにするから。だからもうこんなことはやらないでくれよ。本当に休みを取ってくれるのね。会社に頼んでそうするよ。なんだ、やればできるんじゃない。え、週末に青谷が家にいるなら私が外に出ても問題はないわよね。これで私は子供を置いて一人で出かけられるわ。ちょっと待てよ。だからって子供を置いて遊び歩いていいってわけじゃないぞ。分かってるわよ。仕事よ仕事。私だって忙しいの。じゃあ協力してサンゴのことを見ていこうな。頼んだぞ。はあ、分かったわよ。その後、俺はなるべく残業や休日出勤を減らして家にいるようにしたのですが、その度に黄緑は仕事だと言って出かけていくのです。黄緑の様子もどうもおかしい。そう感じた俺は、あることを実行することにしたのです。ごめん、どうしても今日帰りが遅くなりそうなんだ。何よ、サンゴのために残業しないんじゃなかったの？やっぱり口だけの男だったわ。ごめんよ、どうしても大事な仕事が入って。サンゴはもう寝ちゃった？さっきまでパパに絵本読んでもらうって頑張って起きてたのに、かわいそう。そうか。あのな、黄緑、言いにくいんだけど、今度の週末も出張になったんだ。はあ、私も予定があるんだけど。でもさ、今週末はサンゴが学童のお泊まり会でいないだろ。え、そうだっけ？だからサンゴのことは心配しなくても大丈夫だよ。送り迎えだけなら俺がやれるから安心して。あ、そう、それならまあいいわ。久しぶりの二人の時間だったのにね。そんなもん残念でもなんでもないわ。今さら青谷と二人っきりってなんかの罰ゲーム？そんなこと言うなよ。黄緑にも今まで仕事が忙しくて迷惑をかけてごめんよ。そのお詫びにプレゼントがあるんだ。何それ、珍しすぎて気味悪いわ。俺からの感謝の気持ちだよ。それに君も最近すごく仕事を頑張っているからさ。まあくれるって言うならもらってあげてもいいわよ。ゴールドのピアスだよ。帰ったらテーブルに置いとくからね。き
っと君に似合うはずだから絶対に使ってくれよ。何ふざけたことやったのよ。こんなことしたのあなたよね。ああ届いたか、お前の会社に送った写真。どうして私とウルミ課長のことが分かったのよ。こないだお前にプレゼントしたピアス、あれ超小型カメラなんだよね。はあ？高性能の最新のやつだったから結構高かったんだぞ。何それ、どういうことよ。サンゴがお泊まり会の日にさ、仕事って言って出かけたお前を俺は尾行してました。あんた私をはめたのね。おかげで黄緑とウルミ課長が大人のお城に入っていった後のことまで全部筒抜け。俺は黄緑のことを信じていたんだ。お前のことを絶対に許さないからな。ちょっとした気の迷いよ。ちょっとした、もう1年以上前から付き合ってるって2人で話してただろ。それはそのビデオも写真もバッチリ、もうごまかしようがないよな。大方サンゴを映画館に置き去りにした時も2人で会ってたんだろ。いいでしょそのくらいのことで、怒らないでよ。お前母親として失格だな。離婚しよう。離婚？そんなの嫌よ。課長だって家庭があるの。だからお互い家庭持ちのちょっとした遊びだったのよ。だからもう別れるわ。お遊びで済ませられると思うな。自宅のテーブルの上に離婚届を置いてきた。もうサインはしてあるから、あとは書いて出しとけ。だから離婚は嫌だってば。二人には慰謝料も請求する。慰謝料？なんでそんなもの払わないといけないの？お金なんかないわよ。浮気したんだから払うのは当然だよな。だから離婚なんてしない。サンゴだっているもの。娘には母親がいなくちゃかわいそうでしょ。今さら何がかわいそうなんだよ。もうお前にサンゴは任せておけない。サンゴは俺が引き取るから養育費もよろしくな。ちょっと待ってよ、勝手に決めないで。一回くらい許してくれたっていいじゃないのよ、ケチ。サンゴと俺は実家に行く。あとは弁護士を通して話し合おうな。私は離婚なんて認めない。弁護士を立てて絶対に別れない。こんな風に私を捨てようなんてひどすぎるわよ。ひどいのはどっちだよ。サンゴを置き去りにして浮気していたのはお前の方だろ。しかも最後まで自分のことしか考えていないなんてな。ねえ、今までのことはごめんなさい。もう一度やり直しましょう。今度はちゃんとやるから。だからお願い、許して。こうして俺は黄緑と離婚、黄緑とウルミ課長は一緒になったものの、うまくいかずに間もなく破局。もちろんウルミからも慰謝料はしっかりともらいました。返済を抱えた黄緑は昼間の仕事に加えて夜も仕事をしています。今や見る影もなくやつれきっているようです。俺は実家で両親に助けてもらいながらサンゴと一緒に暮らしています。サンゴに寂しい思いをさせないように、残業や休日出勤の少ない会社に転職してサンゴと楽しい毎日を過ごしています。サンゴ、これからも仲良くしようね。ごめん、お姉ちゃんのウェディングドレス燃やしちゃったわ。これはもう着るの無理だね。え？うわ、今度は破けちゃってる。怖くて取りに行けない。もしかして私が結婚式で着るウェディングドレスのことを言ってるの？そうよ、他に何があるっていうの？これもうダメかも。ちゃんと状況説明してよ。これは一体何？ドレスの火を消してったら豚に持ってかれちゃったの。え、何それ、早く取り返して。もう半分以上焼けて泥まみれでドロドロだから諦めた方がいいよ。私も怖くて取れないわ。2匹で引っ張り合ってるし。あー、また破けた。どうしてくれるのよ、明後日結婚式なのよ。いつの間に持ち出したの？さっき実家でお茶した時に部屋にかけてあったじゃん。綺麗だから一度着てみようと思って持ち帰ったのよ。なんて勝手なことするの？ごめん、庭でいらないもの燃やしてたらうっくりドレスまで燃やしちゃって、火消してたら近所の豚小屋に飛んでっちゃったのよ。このドレス、お母さんの形見なのに。え？ママ生きてるけど。あはあ、天国にいるお姉ちゃんの実の親の大事な形見だったね。どうしよう。罰が当たったんじゃない？え？血がつながってないのにパパとママに可愛がられていい気になってるからこんなことになったんだよ。私いい気になんてなってないわよ。じゃあなんで血もつながってないパパとママがお姉ちゃんの結婚式の費用を出すわけ？私もそれは自分で出すって言ったんだけど。ああ、もうそれ以上聞きたくない。この際だからはっきり言っとくね、私あんたんことお姉ちゃんだと思ってないから。え？というか家族だと思ってない。
そんな悲しいこと言わないでよ。現実分からせるために教えてあげる。ドレスもわざと燃やしたのよ。もっとボロボロにするのに豚小屋に突っ込んでやったの。ひどすぎる。なんでこんなことするのよ。あんたが憎いからよ。パパとママの血縁だったらまだわかるけど、友達の子供引き取るってどんだけアホなんだって話。パパとママは優しいんだよ。そうだね。その優しさにどっぷり甘えてるあんたもどうかしてると思うけど、結婚したら二度と家の敷居またがないでよ。そんなに私が嫌いなの？大っ嫌い。せっかく久しぶりに実家に行ったのに、パパもママもあんたの結婚式の話ばっかりでうんざりだわ。最低、最悪、絶対に許せない。あなたも一緒に盛り上がってたじゃない。私空気読む天才だから話合わせてただけ。あらあら大変。ドレスもう原型とどまってないから、このまま豚にあげちゃうね。ダメよ、母の形見なの。取り戻しに行くわ。今すぐ場所教えて。うちの隣の隣のそのまた隣だったかな。分かりにくい場所だから見つからないかも。何としてでも取り返すわ。豚に噛まれないように気をつけてね。ああ、あんた豚に似てるからすぐ返してくれるかも。そんなこと言ってる場合じゃないわよ。お願いだから地図送って。やなこった、自分で何とかしなよ。はあ、気分すっきりした。私はアミ、37歳。あさってに結婚式を控えています。それなのに2つ下の妹ナオミが私のドレスをめちゃくちゃにしてしまいました。見つけた時にはすでに黒焦げで泥だらけ。必死の思いで豚小屋に入り、なんとか取り返してきたのです。妹が言う通り私は養子。両親は私が2歳の時に事故で天国に行ってしまいました。実の母の形見であるウェディングドレスが燃えてボロボロに、もう途方に暮れるしかありません。妹がこんなに私を嫌っていたなんてダブルショックです。この後妹はさらに私を追い詰めてきたのです。何これ？あんたの結婚指輪。え？今からめちゃくちゃに歪むまで叩いてやるわ。それ結婚式場に預けてあるはずだけど。手作りしたリングピローに合わせたいから貸してって言ったらすぐ貸してくれたわよ。え？そんな簡単に？妹だって言ったらすぐ貸してくれた。生まれて初めてあんたの妹でよかったと思ったよ。どうしたらやめてくれるの？そうだね、家族と縁切ってくれたら考えてあげるよ。そんなことできない。パパもママもあなたも私の大切な家族だもの。ヘドが出る。あんたのいい子ちゃんぶってるところも嫌いなんだよね。お願いだからそんなことするのやめて。すごい困ってる。面白すぎ。困るに決まってるじゃない。明日の式で使えなくなっちゃうでしょ。いいね、その反応たまんない。ついでにこれもバラバラにしとくね。私の婚約指輪、それまで式場から持ち出したの？ここまでする？本気で勘弁してよ。絶対にやだ。結婚式自体を破壊しない限り私の復讐は終わらないよ。もうお願いだからやめて。人にはどうしても退けない時があるのよ。なんでそんなこと言うのよ。気づけよ。鬼滅のセリフだけど、今の私にぴったりの言葉じゃない？あんな悪どいことしてるのに炭治郎のセリフ使うなんてありえない。私にとってあんたは鬼そのものなのよ。明日無事に結婚式できると思わないでね。お願いだから指輪壊さないで。やなこった。っていうかもう壊しちゃった。キッ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 。信じられない。これ以上罪重ねるのはやめて。うわ、上から目線。そういうところが腹立つんだよ。明日無事に式ができると思うなよ。ちょっとあんたいい加減にしなさいよ。今度は何？閉じ込められてんのよ。どこに？トイレ。どうせあんたの仕業でしょ。早く出しなさいよ。私知らないけど、どこのトイレ？家のトイレに決まってるでしょ。え？ナオミの旦那さんも来てるけど一緒に来なかったの？お腹の調子悪かったから先に出てもらったの。旦那にすぐ家に戻るように言って。わかったわ、伝えてみる。お待たせ。そのままそこにいてくれって。どうしてよ。私の結婚式邪魔しそうだからだって。夫まであんたの味方なわけ？何企んでたの？
この日のためにカエルいっぱい育ててたんだよ。冬眠する前に式場で遊ばしてやろうと思ったのに。なんてこと考えてるのよ。もう旦那さんも呆れて別れるって言ってるわよ。なんでよ、こんなことくらいで別れるなんておかしいでしょ。ナオミ、他のママ友さんたちにもいろいろ嫌がらせしてるんだって。ポストにゴミ詰めたり壁に落書きしたりしてるって聞いて驚いたわ。私に盾つくから思い知らせてやっただけ。旦那さんが謝りに行ったそうね。それは夫が勝手にやったことだよ。娘さんに影響があるといけないから頭下げたそうよ。夫は甘いんだよ。ボスママたるものひるんでたまるか。いい加減にしなさい。何偉そうに。あなた仮にも人の親なのよ。あなたの背中を見て子供は育つの。いつまでも子供じみたこと言ってないで親としてしっかりしなさい。あーやだやだ、血もつながってないのにお姉ちゃん風吹かせてんじゃないよ。血がつながってなくてもあなたは私の妹よ。だから心を鬼にしてあなたに罪を償ってもらうわ。何罪って、私何もしてないけど。ドレス燃やして指輪を盗んでボロボロにしたから訴えることにしたの。窃盗と器物破損とかいう罪になるらしい。マジで？え、何？私どうなっちゃうの？それは裁判次第じゃない？やめてよ、お姉ちゃんジョークきつい。あれ？急にお姉ちゃんとか呼ぶ？そうだよ、二人きりの姉妹じゃん。そうだね。それよりドレスの弁償代かなり高額らしいけど、本気でまずいんじゃない？なんでよ、お姉ちゃんの母親の形見でしょ？あなたが豚小屋に突っ込んだのはデザイナーの友達がショーで使うものだったの。はい？あの日あまりにも焦ってて私も混乱しちゃってたからすぐに気づかなかったのよね。そんな大事なもんなんで実家に置いちゃったのよ。私の結婚式出るのにミラノから日本に戻ってきてくれたの。そのまますぐに家に寄ってくれて、買い物したいって言うからちょっと預かってたのよね。はい？ちょうどその時あなたが来て勝手に持ってったのよ。かなり怒ってるから本気でまずいわよ。どうしよう、どうしたらいいの？弁償するしかないわね、200万。200万？一点物で今回のショーのメインのドレスだったそうよ。お金、お金どうしよう。ああ、夫に払ってもらおう。さっき言ったの忘れた？旦那さん別れるって言ってたの教えたよね。それ脅しじゃなくて？犯罪者とはもう一緒にいられないから、私の結婚式が終わったらあなたを家から追い出すそうよ。いや、それはちょっとさすがにどうにかならないかな。ならない。私の指輪もちゃんと弁償してもらうわよ。婚約指輪と結婚指輪の両方で150万。罪に離婚だけでも大変なのにお金まで払うの？無理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 だよ。どんな苦しみにも黙って耐えなさい。鈍い、弱い、未熟、そんなのは私の妹じゃないわ。自分が撒いた種でしょ。私なんでここにいんだろう。あなたが悪いことしたからよ。お願いお姉ちゃん、本気で心の底から謝るから旦那にお願いして。無理です。ああ、旦那さんから伝言よ。帰ったら広い場所に出してやるから今日から野宿しろだって。いや、トイレにいるのも野宿すんのも勘弁してください。せっかくの二人だけの姉妹なのに私たち仲良くするのは無理だよね。残念残念。もうセリフもお腹いっぱいです。それより私を救って、助けてお願いします。しっかり自分でやったこと反省して弁償しなさい。お酒真っ暗だわ、悲しいよ。泣くな、絶望するな、そんなのは今することじゃない。それよりすぐに働きなさい。私の結婚式が終わった後、ナオミは旦那さんから離婚を言い渡され、そのまま家を放り出されました。両親に泣きついてきましたが、実の娘でも許せない、二度と実家の敷居はまたがせないと受け入れてもらえず、その日はスーパーヤッホーで段ボールをもらい野宿したそうです。弁護士を通して正式に妹を窃盗及び器物破損の罪で訴え、罰金刑となりました。友人への賠償金と私の指輪代を払うことを約束させたため、住み込みで働ける場所を探しているそうです。私は母の形見のウェディングドレスを着て、育ててくれた両親と友人に祝福されながら結婚式を挙げました。天国にいるお母さん、私とても幸せよ。ウェディングドレス残してくれてありがとう。秘密を黙っていてやるから、あなたも黙ってなさいよ。
どなたでしょうか。総務部の佐々木よ。ああ、いつもお世話になってます。なぜ私の LINE を知っているんですか。あんたの部署の田辺大輔から聞いたの。そっか、佐々木さんと田辺さんって婚約中でしたね。いいなぁ。だから黙っていて。何のことですか。これは交換条件だから。交換条件。会社をクビになりたくなければ誰にも言わないで。すみません、意味がわからないんですけど。とぼけないで、わかってるんでしょ。本当に何のことだか、経理に何かご迷惑かけました。とぼけないでよ、私はわかってるの。あなた会社の規定違反してるでしょ。は？会社に話したらあなたクビになるわね。え、なんで私がクビに。会社をクビになりたくなければ余計なことは言わないで。クビなんて嫌です。でも思い当たることありませんけど。そうやってしらを切るんだ。あなたっておとなしそうな顔して意外に性格悪いのね。え、なんでですか。自分の仕事を大輔に全部押し付けてるじゃない。助けてもらってますが、押し付けたりしません。そうかしら、大輔が困ってるわよ。田辺さんがそう言ってたんですか。彼が優しいのでつい頼りすぎたかもしれません。反省します。あなたのせいでデートを何回キャンセルされたことか。それはすみませんでした。だからクビってあなたにそんな権限ないですよね。わからないのね。これはね、取引なのよ。何を取引するんですか。あなたが見たことを黙ってくれればそれでいいの。私もその間を黙っている。いいわね。私はふみか。都内で一人暮らしをしながら会社員をしています。会社では総務部に所属しています。隣の経理部の佐々木さんとはさほど親しくはなく、これまでは仕事上でやり取りをしてきただけです。なのに彼女から突然脅しのような LINE が来ました。なぜ彼女がこんなことを言い出すのか理由が分からなくて困っています。婚約者と私が同じ部署なので嫉妬したのでしょうか。でも田辺さんと私は仕事以外でのつながりはないし、彼は私のタイプでもありません。その後も何かと嫌がらせをされて毎日が憂鬱です。でも私が彼女のある弱みを握っていることに気づきました。佐々木さん、なんでこの精算伝票が通らないんですか。字が汚いからダメ。今までは受け取ってもらえてましたよ。ボールペンとかシャーペンの芯は自分で買いなさい。これは私が使うんじゃなくて営業部からの依頼なんです。あなたがお金を出せば。それと一昨日持ってきたコピー用紙も却下。なんでですか。あれは社内全体の消耗品です。消耗品使いすぎなのよ。あなたから来る伝票っていつもくだらないものばっかり。それは私が文具や消耗品の発注を担当しているからです。ちゃんと受け取ってくださいよ。だからあなたが自費で払いなさいよ。そうすれば会社の利益にもなるわ。勘弁してください。3万以上も立て替えたら生活できません。やっぱりあなた貧乏なのね。はい。お金持ちではありませんけど。やっぱり貧乏だからああいうことするんだ。何のことですか。ねえ、さっき大輔と何話してたのよ。いきなり何ですか。話をはぐらかさないでください。さっき大輔と30分以上2人っきりで話をしていたでしょう。それは仕事の打ち合わせです。大輔は私の婚約者なの。2メートル以上近づかないで。デスクが隣同士なのでそれは無理ですよ。じゃあ机を離しなさいよ。そんなことしたら通路を塞いじゃいます。とにかく近寄るな。話をするな。それは無理ですって。仕事になりません。じゃあ会社辞めて。は？あなたが視界から消えてくれれば私に平和が訪れるわ。無茶言わないでください。明日から来ないでね。毎日毎日こんな嫌がらせやめてください。私が何をしたのか教えてください。大輔に近づいた。大輔と会話した。私の目の前をチョロチョロしてる。チョロチョロってハムスターじゃないんですから。明日からあなたの代わりにハム太郎出社させて。ハム太郎のお面つけてきたら気が済みます。着ぐるみ着てくるなら考えるわ。もうそんなことはできません。仕事に差し支えるので田辺さんに言いつけますよ。そんなことしたらあんたをこの会社から追い出す。私はあなたの秘密を知ってるの。だから何のことですか。さっぱりわからないんですけど。胸に手を当ててじっくり考えるのね。それがわからないから聞いてるんです。しらばっくれちゃってずうずうし。あなたってしたたかな女ね。やっぱりこんな人はこの会社から追い出さないとね。私何もしていませんから、辞める理由がありません。本当にわからないの。ここまで鈍いなんてハム太郎以下だわ。もしかして脳みそが少なすぎて本当に覚えてないの。覚えてないので教えてください。あなたアルバイトしてるでしょ。は？してませんけど。しらばっくれて。
この会社はね、副業禁止なの、分かってるでしょ。ええ。このことがバレたらあなたはクビね。待ってください、本当にアルバイトなんてしてませんけど。私は全部知ってるの。はあ？新宿ロイヤルホテル、バーヘブン。ああ、そのことですか。ほら、図星だ。アルバイトはしてません。でも、証拠の写真もあるわよ。そこは兄のお店なんです。はあ？時々人が足りないと呼び出されるんです。そのことは部長たちも知っています。でもお金をもらってませんから、会社の規定違反はしてません。嘘でしょ？だってあそこの店イケメン店長よ。そのイケメンが私の兄です。ハム太郎のあんたとは全く似てないじゃない。いつも似てないとは言われますが、正真正銘私の兄です。イケメン的要素は私も少し欲しかったです。私ハム太郎に似てますか？あなたはハム太郎そのものよ。そうですか、ショックだな。だけど佐々木さんが私をクビにできるって脅していたのはこのことだったんですか？だったらクビにはできませんね。ごまかさないでください。今後は生産もちゃんと通してもらえますよね。あー、そうね。よかった。会社の経費を自腹で払ってたらお金がいくらあっても足りないですもん。誤解が解けたんだから、もう変な脅しはしないでくださいよ。ダメ、大輔には近づかないで。余計なこと話さないで。余計なことって、仕事上のことはどうしたって話をしないと。でも大丈夫ですよ。私、田辺さんに恋愛感情とか一切ありませんから。私の好みは出川哲朗さんなんです。出川ってあの芸人の？そうですよ。あの重心の安定した体格、野生的な顔立ち、かっこいいですよね。そう？大輔とは正反対ね。そうなんです。だから申し訳ないですけど、私の好みじゃないから安心してください。でもダメ、余計なこと言いそうだもの。もしも口を聞いてるのを見たら、今度は伝票燃やしてやる。佐々木さん、先ほどの伝票ちゃんと処理してくださいね。5万円ですから止められると困るんですよ。さっきあなたが大輔と話をしてるのを見たわよ。その後で私の方を見てニヤニヤしてた。大輔は私のものよ。まだそんなこと言ってるんですか？ニヤニヤなんかしてませんし、私のタイプじゃないって言ったじゃないですか。お願いだから会社辞めてよ。あなたがいることが私にはストレスなの。私に辞めろって言ってもその理由がもうないですよね。だからあなたの弱みを今一生懸命探してるところよ。そんなことしても何も出てきませんって。悔しいわ。それより私には分かりましたよ。は？何がよ。佐々木さんが私に嫌がらせをする理由。え？私が田辺さんに余計なことをバラすそうで怖いんじゃないですか。何のことよ。すべてはバーヘブンから始まってますよね。知らない、そんなところ。知らないって、私の兄がイケメンだって話をしてたじゃないですか。そんなことあったかしら。何言ってるんですか。佐々木さんが私に LINE してきたのって、私が兄のお店を手伝った翌日からですよね。さあね、忘れたわよ。だからきっとその日に佐々木さんがお店に来てたんだろうなって思って兄に確かめたんです。確かめたって、そんな前の話覚えてるわけないでしょ。それが兄は覚えてるんですよね。職業柄兄は人に対する記憶力がめちゃめちゃいいんです。一度会ったら忘れないそうです。私はすぐ忘れちゃうんですけど。だからあの日、店に佐々木さんが来ていたことを兄はしっかり覚えてましたよ。そうよ、店に行ったわよ。それが何？あの日だけでなく、お店によく来るそうですね。雰囲気がいいからよく利用してただけよ。でもなんで店に私がいたことで会社を辞めさせようとするか不思議だったんですよね。だから私と大輔の仲を邪魔するから。あの日は男性と来てたんですってね。それは大輔とのデートに使ってただけよ。田辺さんに会ったらさすがの私でも覚えてるなと思ったんですよ。だからなんか変だなと思って兄に田辺さんの写真を見せたんです。そしたら相手は別の人でした。それはあの日たまたま。しかもあの日だけじゃなくて、いつもその同じ男性と店に来るとか。きっと見間違いだわ。その男性と飲んだ後はいつもホテルのキーを握りしめて二人で腕を組んで出ていくそうですね。たまに一緒に飲むだけよ。ホテルになんか行ってないわ。しかも相手が誰だか兄から聞いちゃいました。え？ホストクラブのジェル君。まさかホストにハマってたとは驚きました。だってあんたが気づいたと思ったから私のテーブルにドリンクを運んできたじゃない。そうでしたっけ。私あんまりお客さんの顔見てなくて。だから兄には客商売に一切向かないって言われてるんですよね。私の連れの顔を見て似合ってしたじゃない。似合うですか？笑い方がぎこちないって兄にはよく言われますけど。
てっきり気がつかれたのかと。つまり佐々木さんは浮気していて、それを婚約者にバラされるのが怖かった、だから私を会社から追い出そうとしたと、そういうことですか？私に嫌がらせをしなければバレなかったのに残念ですね。あの日お店に来ていたことは本当に気づいていなかったんですよ。だって佐々木さんとそこまで親しくなかったじゃないですか。ねえ大輔に言わないで。なんで婚約者がいるのにホストに手を出したんです？違うわ、ジェル君とはずっと前から付き合ってるの。でもなかなか結婚してくれなくて、だから私が婚約したら焦ってプロポーズしてくれるんじゃないかって思ったのよ。え、じゃあ本命はジェルさんで田辺さんは当て馬？でももう28歳よ。ジェルと結婚できないならこのまま大輔と結婚してもいいやって。大輔は次男で給料もそこそこだしね。でもジェルさんとはもう別れたんですね。なんで別れないといけないの？私の本命は彼だもの。田辺さん、気の毒に。あんたが黙っていさえすればバレないんだから余計なこと言わないで。そんな、かわいそうですよ。バラしたら後悔させてやる。あなたの伝票燃やすからね。そしたら5万自腹よ。いいわね。なんてことしてくれたのよ。はいはい、なんでしょうか。大輔にバラしたわね。え、バレちゃったんですか？あんたがバラしたんじゃないの？やだな、伝票が人質になってるのにバラすわけないじゃないですか。え、じゃあ偶然かしら。昨日バーヘブンにジェルといたら鉢合わせちゃって。そういえば同級生と飲みに行くのでどこかいいところ教えてと言われたので兄のお店を紹介しました。やっぱりあんたがバラしたんじゃない。私はお店を紹介しただけですって。同じことよ、どうしてくれるの？婚約解消よ。あらら、お気の毒に。しかも慰謝料請求するって言われたわ。結婚式場とか決めていましたもんね。田辺さん結婚式の話するたびに顔がにやけていたのにかわいそうに。かわいそうなのは私よ。どうすればいいの？お金なんてない。うちの会社そこそこ給料いいから少しは貯金ありますよね。そんなものあるわけないじゃない。ホストクラブとジェル君に全て貢いできたんだから。ああ、そういうことですか。それどころか貢ぎすぎて借金まであるのに慰謝料なんて無理よ。アルバイトでもします？副業禁止なんだから。そんなことしたら会社クビになるでしょ。なるほど。ねえお願い、大輔をなだめてよ。私が？そんなの無理ですよ。大輔と結婚して相手のお金で借金を返済してジェルとはこのまま付き合っていこうと思ってたの。私の計画が台無しよ。それは都合が良すぎますよね。これまでだって借金の穴埋めに会社のお金を使ってやりくりしてきたの。慰謝料なんて払えるわけないじゃない。え？は？それって横領ですよね。今の嘘冗談よ。このことは上司に報告させていただきますね。やめてお願い。さすがに見過ごせません。お願い、誰にも言わないで。バレたら会社クビを。そしたらどうやって生きていけばいいの？お金がないとジェルに捨てられちゃう。それより警察のお世話になる心配した方がいいんじゃないですか。え、警察？私警察に捕まっちゃうの？いやよそんなの。ホストクラブに行けなくなっちゃう。ねえ助けてよ、なんとかして。社内調査の結果、300万近い横領が発覚し、あゆみさんは懲戒免職に。逮捕は免れたものの、慰謝料なども含めて1000万近い借金を背負うことになった様子。今は夜の街の住人となり、シャボン玉を飛ばしているそうです。田辺さんは婚約解消のショックでしばらく落ち込んでいましたが、不良債権をつかまないで済んだと今は喜んでいます。私は仕事の合間に今でも時々兄のお店を手伝っています。いつかここで出川にのかっこいい彼氏を捕まえたいと思っています。お前はちんたら運転しやがって。免許返納してこい、こののろまな亀野郎が。俊夫さん、さっきの運転何ですか？あんなに煽ってきて危ないですよ。うるさい。大体お前はいつもトロいんだ。町内の祭りの会計だってミスしただろ。ミスなんかしてません。俊夫さんが途中でプラン変えたりするからついていけなかっただけですよ。30歳も年上の俺様に向かって口答えするんじゃない。お前の義父は俺の使いっ走りだったんだからな。今お父さん関係ないでしょ。お前はこの町に嫁いできたよそ者だからわからんのだ。俺に逆らうとろくなことないぞ。噂は金々聞いておりますが、私はそんなことに屈しませんよ。最近ニュースになったでしょ、煽り運転で捕まったりとか。あいつはバカだ。
あんな風に車から降りていって手を出すやつがあるか。でも煽ってる事実は変わりません。クラクションもアホほど鳴らすし。うるさい、ちんたら遅いから早く行けと言っただけだ。声が届かんから煽って教えてやっただけだろ。法定速度守っててなんで怒られないといけないんですか。ああ、もううるさい。田舎の人間はそんなにちんたら運転しないんだよ。道路交通法は全国共通だと認識しておりますが。町には町のルールってもんがある。お前はもう車乗るな。何の権限があってそんなこと言うんですか。今後も乗りますよ。車がないとここじゃ生きていけませんから。お前は徒歩とバスで動け。そうなるとその車いらないよな。よこせ。意味がわかりません。お前にその車はもったいない。レクサスなんかここらで乗ってるやつなんかいないぞ。独身の頃から乗ってたんだから仕方ないでしょ。嫁入り道具なんです。そんないい車でちんたらちんたら走ってたら車がかわいそうだ。よこせ。それか俺の軽トラと書いてある。嫌です。私の周りも敏夫さんに煽られて怖い思いした人がたくさんいます。もうあんな運転やめてください。あ、お前誰に言ってんだ。俺は町内のドンだぞ。ドンって何ですか。小西ですか。この俺様をバカにしやがって。てめえんとこの車乗れなくしてやろうか。どういう意味でしょう。脅しですか。俺は脅しなんかしねえよ。実行しかしないんだ。実行を予告することを脅しと言います。この田舎でドンに逆らって生きていれると思うなよ。逆らってませんよ。ダメなことを注意してるだけです。お前みたいな生意気なクソガキここら辺にはいないぞ。みんな逆らうとめんどくさいから関わらないようにしてるだけです。私は敏夫さんを恐ろしいと思ったことないし、今後も態度は変わりませんので。クソこの甘。そういう言葉遣いやめてください。友達でも親類でもないので。覚えてろよ。私は茜、30歳の主婦です。嫁いできたところは結構な田舎で、独特の風習や煩わしい近所付き合いなどがあり、都会育ちの私には慣れるのが大変でした。中でも大変なのがこの敏夫さん。別に町内会長とかでもないんですが、国会議員並みに威張り散らかしていて、言ってしまえば町の嫌われ者。みんなこの人を怒らせると嫌がらせをされたり、永遠と説教されるので距離を置いているのですが、本人はそれをみんなが恐れている証拠と勘違いする始末。さらに悪いのが運転マナー。煽るのはもちろん、スピード違反、駐車違反と、田舎だから OK という謎のルールでやりたい放題です。もちろん警察にも何度か捕まっているのですが、全く懲りません。そんな敏夫さんに目をつけられてしまった私。この後、とんでもないことに巻き込まれてしまうのです。敏夫さん、私のレクサス盗んだでしょ。なんで俺だって決めつけるんだよ。うちのばあちゃんに聞きました。あのババア、前に言ったろ、お前にはもったいないって。代わりに軽トラ置いてってやっただろうが。これマニュアル車じゃないですか。私乗れませんから。最近の若いやつはミッションも乗れんのか。情けない。そんなことはどうでもいいので、早く車を返してください。鍵はどうやって取ったんですか。お前んちのばあちゃんにもらったぞ。ありゃダメだ、もうすぐお迎え来るな。まだピンピンしてます。どうせうまいこと言って騙したんでしょ。俺は今からこのレクサスに乗ってちょいと用事があるんだ。もう怒りました。奥さんに言いに行きます。勝手に言えよ。あんな女に言ったところで何もできんさ。警察にも行きます。いえいえ、警察だって俺には逆らえねえんだ。もしかして今運転してます。おう。事故ったらどうするんですか。車傷つけたら本当に許しませんよ。俺はベテランだぞ。昔は酒瓶片手に運転したもんだ。ただの犯罪者じゃないですか。うるせえ、この車は俺のもんだ。今日中に返してくれたら多めに見ます。1分でも過ぎたら本当に警察に言いますので。一泊で予定があんだよ。返すわけねえだろ、もらったんだから。待ってます。本当に最後のチャンスですから。黙れ小娘。お前がいくら騒いだところで俺は痛くも痒くもねえんだよ。そうですか、知りませんよ。ふん、居場所もわかんねえんだ。探しようがないだろ。バカだなお前は。はいはい、もういいです。後の展開をお楽しみに。お楽しみ中でした。
観念して早めに外に出た方がいいですよ。何の話だ。通報しろって言うからしました。てめえアホか、冗談も通じねえのか。敏夫さんと冗談言い合う仲だとは思いもしませんでした。うわーびっくり。ふざけたまにしやがって。今すぐ通報を取り消せ。あ、もう無理っすね。私の父に頼んでこちらの警察を動かしてもらいましたんで。父？父は警視庁のまあまあ偉い人です。あ、ちなみにレクサスには居場所がわかるサービスがあるので、あなたが隣町のホテル街にいることもわかっています。だからなんだよ、あんなしみったれた女房だけで一生我慢しろっていうのかよ。開き直るのは自由ですけど、女を甘く見ない方がいいですよ。どういう意味だ。私今は実務から離れてますけど、司法書士なんで、奥様へ慰謝料請求のアドバイスなどさせていただきました。なんだって。何度かお会いしてお話聞いたことあるんですよね。子供は成人したけど、今さら家を出てやれることもないし、このまま我慢していれば食うには困らないしって迷ってました。その通りだ、飯は食わせてやってるんだからな。その食うのに困らない仕事も紹介しておきました。お料理上手ですもんね。友人がカフェを経営していて厨房を探していたんです。奥さんもやる気ですよ。余計なことするんじゃねえよ。奥さんは離婚を決めて出ていくそうです。もちろん浮気相手とあなたへの慰謝料請求も。これで当面の生活は安泰ですね。よかった、浮気してくれてて。あんなしみったれ女、こっちから捨ててやろうと思ってたところだよ。大丈夫ですか。そんな大口叩いてるけど、もっと心配することありますよね。ああ、私のドラレコにスピード違反とスマホしながらの運転の証拠は残ってるだろうし、今までの煽り運転の証拠も提出する予定です。ドラレコってお前あんなもんつけてんのか。今時みんなつけてますよ。田舎じゃあまり普及してませんけど。全部映ってるのか。ちなみに街で困っている人たちにもドラレコのことを教えたら、みんなこぞってつけたので、たーくさん敏夫さんが映ってると思います。それも集めてまとめて提出しちゃいますね。お前さーて大変だ。なんてことしてくれた。ちなみに岐阜を使いっ走りにしてたって言ってた件ですけど、あれ逆だったんですね。え、鼻垂れ泣き虫の敏夫って有名だったらしいじゃないですか。敏夫さんが泣かされた時もよく助けてあげてたって言ってましたよ。そんな昔のこと覚えてねえ。みんな大人になるんです。昔のことをあえて掘り返さないのが暗黙の了解なんです。それを誰も何も言わなくなったと勘違いして、まるで立場逆転したかのように振る舞って、恥ずかしいったらありゃしない。あいつは何か言ってたか。岐阜ですか。最近目に余るからそろそろしばいてやろうかと思ってたところだったが、自分の手を汚さずに済んで助かった、ありがとうとおっしゃってました。しばく。さあ早くそのホテルを出てください。じゃないと罪が重くなりますよ。まだ終わってないのに。キモ。謝っても無駄か。謝るチャンスは山ほどありました。あなたが全部棒に振ったんです。女房はどこへ行く予定なのか教えてくれないか。教えません。ついでに接近禁止の手続きも教えておきました。あなた奥さんに随分ひどいことをしていたそうですね。あざまで見せてもらいましたよ。本当に男として人間として最低です。頼む、女房の行き先だけ教えろ。いい加減にしろ。え、浮気して犯罪を犯して人生積みそうになったら、虐げた妻に泣きつこうって。冗談じゃないよ。女をバカにするな。だってよ、ここまですることないじゃないかよ。足りないくらいよ。煽り運転は危険行為なの。あなたのスピード違反で事故りそうになった人が何人もいるの。あんたが街から消えるだけで、私みんなから感謝状もらえちゃうかも。消えるってどういうことだよ。警察に捕まって刑務所に入るに決まってるでしょ。なんでだよ、大した違反してねえだろ。あなたが飲酒運転をほぼ毎日しているのを匿名で奥さんに密告してくれた人がいたそうなの。身内の恥だと思って黙っていたらしいんだけど、勇気を出して私にも送ってくれたわ。は？その人は蛇行運転するあなたの軽トラの動画をいくつも撮ってた。まさかおたきじゃねえだろうな。さあどうかしら、匿名だから。あいついつもスマホで何か撮ってたんだよ。あいつに決まってる。
先日暴走する軽トラにびっくりしてお年寄りが転んで怪我した件があったんでしょ。あれもあなたですもんね。そんなのまで。道路交通法違反の総合デパートって感じですね。しっかり塀の中で反省してきてください。無理だ、俺にはあんなところ向いてないんだ。向いてる人なんかいませんよ。みんな入りたくないから真面目に頑張ってるんです。父ちゃん偉いんだろ、どうにかしてくれよ。もし父に神のような力があったとしても、あなたのためには頼むことはありません。マジかよ、どうにかしてくれよ。ああ、街が平和になるわ。ラブ&ピース。刑務所なんて嫌だ。その後、敏夫は数々の違反が見つかり、あっけなく逮捕。盗まれたレクサスはタバコでシートが焦がされており、頭から煙が出るほど腹が立ちましたが、それも請求してやることに。敏夫の奥さんも今は新しい生活を始めて生き生きとしています。私は町の人たちに会うたびによくやってくれたとみかんやお菓子をもらっています。みんな迷惑していたのに、田舎ってことなかれ主義で意外と言えなかったりするんですよね。とにかく町には平和が訪れ、みんな穏やかに道路を往来できています。都会から来た空気読めない嫁が極悪親父を成敗したお話でした。私の結婚式にあの貧乏ババアは出席させないから、お姉ちゃんから言っといてくんない？何言ってんのよ、母親呼ばないなんてありえないでしょ。双子でこうも考え方が違うものかね。いい？あの女は薄汚い水商売の女なのよ。自分の母親のことをそんな風に言うのやめなって。私たちを育てるために仕方なくやってくれてたんだから。父親さえいれば苦労しなくて済むものを離婚なんかするからよ。結果的に娘二人を不幸にしてさ。昼間は工場、夜はスナックでほとんど寝ずに私たちを大学まで出してくれたのよ。素直に感謝できないわけ？感謝？あの恥さらしに？お母さんのどこが恥さらしよ。忘れもしないわ。小学校の参観の時に友達のお父さんと仲良さそうに喋ってて噂になったんだから。あれはお客さんに挨拶しただけだってお母さん言ってたでしょ。そういうのが嫌なのよ。人の父親と慣れ慣れしく話したりして。他の保護者と世間話くらいするでしょ。不特定多数の男と毎晩喋って愛想を振りまいて、こんな下品な仕事で稼いだお金で私たちご飯食べてたのよ。私はそうは思わない。大人になってみて思うけど、昼も夜も働くなんて誰にもできることじゃないわ。自分に解消がないからあんなくだらない仕事する羽目になるのよ。友達のママなんかデパートのブランドの店員だったのよ。羨ましくて仕方なかった。人と比べたってどうしようもないでしょ。私の彼は生まれも育ちも一流なの。お父様は会社社長で、彼がいずれ継ぐことになるのよ。そんな立派な家に嫁ぐのに母親が水商売だなんて言えるわけない。家柄で結婚するわけじゃないでしょ。あなたのことを愛してくれてるなら本当のことを言っても受け入れてくれるはずよ。そんな夢物語みたいな話あるわけない。バレたら婚約解消されておしまいよ。とにかく婚約者には母は重病で結婚式には出られないと言ってあるから。そんなひどいことよくできるわね。見る人が見れば水商売女ってすぐバレちゃうわ。呼ぶわけにはいかないの。あなたの一生に一度の晴れ姿よ。お願いだから見せてあげて。昔からあいつが嫌いなの。夕方化粧して出ていくあいつが。綾華、寂しかったのね。寂しくなんかないわ。あの兄弟に向かう後ろ姿が大嫌いなだけよ。お母さんを許してあげて。3人しかいない家族よ。お祝いさせてあげてほしいの。私に家族はいない。あいつの味方する時点でお姉ちゃんも敵だから。何言ってるの。お姉ちゃんだけは式に呼んであげてもいいかと思ってたけど、うるさいからもう呼ばない。あなた身内を本当に呼ばない気？母は重病、姉は海外転勤とでも言っておくわ。寂しいこと言わないでよ。私二度とあなたたち二人には会わない。さようなら。あやか、ねえ返事して。私はリカ、29歳の会社員です。双子の妹綾香は昔から気が強く、そして母とはずっと不仲でした。私はいつもその間に挟まれて、それなりに苦労してきました。ただまさか結婚式も呼ばないほど憎しみが募っているとは思いもしませんでした。家族3人仲良くしたいのに。
私は意を決して母にそのことを伝えました。母は悲しそうに笑って、あの子らしいわねと言いました。式を間近に控えたある日、彩香はとんでもない要求をしてきたのです。ババア、そこにいる？お母さんって呼びなさい。結婚式来ないんだから金くらいよこせって伝えて。何言ってるの？呼ばないって言ったのはあなたよ。祝儀で500万。は？彼のパパが結婚祝いに1000万くれるって言うのよ。うちが出さないわけにいかないでしょ。あちらは余裕があるからでしょ。うちはそんなお金あるわけない。借金してでも500万用意させて、ボロスナックでも売ればいくらかになるでしょ。あのお店にはお母さんの思いが詰まってるの。簡単に売れるわけないでしょ。あんな掘ったて小屋に思いなんかあるわけないでしょ。あるのは小銭と薄汚い酔っ払いだけ。とにかくそんなお金ないから伝えないわよ。じゃあ直接電話する。やめなさい。お母さんのことだから無理して用立てようとするわ。やらせりゃいいのよ。無理なものは無理。じゃああのババアの大事な店をめちゃくちゃにしてやろうかな。なんてこと言うの。私にもやんちゃなお友達は何人かいるのよ。彼らに飲みに行ってもらおうかしら。常連さんの邪魔になるでしょ。やめなさい。だったら金出せって話ね。あなた家族を脅すの？もう家族でも何でもない。私は新しい家族を手に入れるの。超セレブで素敵な家族をね。ここまでだとは思わなかったわ。もういい。私も覚悟ができた。結婚式までにさっさと払ってね。遅れたら分かってるでしょうね。脅しには屈しないから、私とお母さんを舐めないで。式の3日前になってもご祝儀が届かないから、スナックに怒鳴り込みに行ったら彼のパパがいたんだけど、助けて。は？だから婚約者のパパがババアのスナックの客だったの。それが何よ。散々悪態ついた後だったのよ、それに気づいたのが。あらまあ、やばいところ見られちゃった。どうしたらいい？素直に謝るしかないでしょ。それがあなたの本性なんだから。いやよ、ずっと猫かぶってきたのに。そんなことしてもいつか化けの皮が剥がれるものよ。長くは続かないわ。やだやだやだ、この結婚失敗したらどうしてくれるのよ。あんな店をやってる母親のせいだわ。あ、ちょっと待って、お母さんから電話。本当に彼のパパだったみたいね。相当怒ってらっしゃるそうよ。お母さんがすぐに戻って謝った方がいいって。いやよ、絶対怒られる。それで済めばいいけど、あんな娘とは結婚させられないって言ってるそうよ。お母さんがなだめてるって。嘘。早く戻りなさい。やだ、あのお父さん怖くて苦手なの。破談になってもいいの？やだ。あとママとあなたの関係も会話の内容でバレてるって。重病と聞いていたのにこんなところで働いてるもんだから驚いてるそうよ。くそ。ほらね、嘘をつくとこういうことになるの。もうこれ以上嘘の上塗りはできないわよ。どうしよう。あなた店に乗り込んで一体何を言ったの？てめえみたいなクソは母親じゃないとか、結婚式の祝儀500万すぐによこせとか。それを義理のお父様が全て聞いてたのね。終わりね。あ、彼から LINE が来た。まさか結婚は中止って嘘でしょ。これぞ自業自得ってやつね。心の綺麗な人だと思ってたのに。だって騙される方も悪いよね。お姉ちゃんもそう思うでしょ。騙す方が圧倒的に悪い。会社も退職したのよ。どうしろって言うのよ。知らない。あんだけ大口叩いたけど、お母さんに頼れば。それはできない。きっと受け入れてくれるわよ。また LINE 来た。え、損害賠償と慰謝料？何何、どういう意味？式場のキャンセルと婚約破棄の慰謝料じゃないかしら。なんで私が払うの？あなたのせいで中止になったからよ。わからない？中止って言ったのは彼よ。私は何も言ってない。ダメだ、全く分かってない。双子なのにどうしてここまで考え方が違うのよ。貯金も全部ブライダルエステとかブランド品に使っちゃった。働いて返すしかないわね。あの貧乏ババアのせいだ。私も昨日聞いたんだけど、お母さんって貧乏じゃないらしいわ。
私たちを大学に入れるまでは生活が苦しかったみたいだけど、それ以降はお店も順調で貯金もできるようになって、今じゃそこそこあるらしいの。嘘。だからあなたの要求の500万は式当日に持っていくつもりでいたらしいのよ。はあ？じゃあさっさとそう言えばいいでしょ。あなたの花嫁姿を陰からでもこっそり見たかったのよ。母親のそういう気持ち分かってあげなさいよ。じゃあその500万くれるんだよね。結婚の祝いだからね。破談となった今じゃなしでしょうね。そんな。それに自分の娘が大事な常連様を怒らせてご迷惑をかけたわけでしょ。お母さんも珍しく怒ってるわ。まずい。あの人めったに怒らないけど怒るとやばいんだった。結婚式っていくらの予算だったの？2000万くらい。さすが立派ね。となるとキャンセル料は3日前で 70% くらいかしら。1400万円。すごい額。そんなに？もしかしてだけど私が払うってこと？多分請求されるでしょうね。無理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 。ちなみにお母さんはそれ以上持ってるらしいわ。え？お母さん実はお店5店舗持ってたのよ。嘘。お店は全部順調で、あとは一部投資に回したりで好調なんだって。信じらんない。お金が全てじゃないけど、苦労した分楽してほしいわよね。でもまだまだ働くんだってさ。元気だよね。そのうちのどこかで働かせてもらうわけにはいかないかしら。さあお母さんに聞いてみたら。接客にこだわる敏腕ママだからね。厳しいわよ。謝罪に行ってきます。行ってらっしゃい。謝ったら許してくれるかな。さあね。お姉ちゃんついてきて。助けてよ。自分のことは自分でやる。はい、行ってらっしゃい。その後彩香はお店へ行きましたが、彼の父親はすでにいなかったそうです。ひとまず母親に謝罪し、ここで働かせてほしいと頼み込んだところ、あっさり却下。こんな口が悪く思いやりのない子を接客させるわけにはいかないと、5店舗すべての清掃係として採用。少しでも汚れていると母の怒りの怒号が響き渡るそうです。これで少しは心を入れ替えてくれるといいのですが、口を聞いてくれなかった彩香と一緒に働けて、怒りながらも楽しそうな母なのでした。あんたが頼んだピッツァ美味しい。ピザってもしかして？そうそう、あんたがムーバーイーツで頼んだピッツァよ。盗んだんですか？盗んだんじゃなくて、私が配達してるの。配達中に食べちゃったけど。あ、私ね、今日からムーバーイーツで配達員してんの。返してください。ママ友のみんなも子供たちもピザが届くのを楽しみにしているんです。もう食べちゃったからないわよ。そんなにピザが食べたいならピザ屋公式のデリバリーでも頼めば？ムーバーを使う方が安いんです。持ち帰りの割引が適用されて全品半額になるから。数百円の差でしょ。貧乏人って大変ね。専業主婦が家計の足を引っ張ってるのかしら。ああ、足を引っ張ってる張本人にこんなこと言ったらかわいそうよね。そんな言い方しなくても。私が仕事紹介してあげようか？客の注文した商品食べられるし、お給料も高いし最高。やっぱり女も働く時代よね。とにかくピザを返してください。そんなに返してほしければ返してあげる。一度私のお腹に入ってドロドロになったやつをね。そんなのいりません。いらないのね。じゃあごちそうさまでした。そうじゃなくて、私もママ友も子供たちもお腹がペコペコなんですよ。配達員としての責務を全うしてください。あのね、私だってお腹が空いてんの。ママ友会なんかしてるお気楽主婦とは違うのよ。働いていない社会のクズはせめて働いてる人間を敬いなさい。ちょっとピザ食べられたからって本当にうるさいわね。働いてるって人がお金を払った商品を食べるのが仕事だって言うんですか？そんなのありえませんよ。ああ、もううるさ。他の人のはちゃんと配達してるって。食べたのはあんたのだけ。働きもしないで家事をサボってるあんたたちへの罰よ、罰。サボってるわけじゃないのに。今日のお昼どうしよう。そんなにお腹が減ってるなら届けてあげるわよ。ピザと一緒に頼んでたチキンの骨をね。そんなのいりません。すぐ持ってくから楽しみにしててね。貧乏人は骨をしゃぶって上をしのいでなさい。
その数分後に玄関のチャイムが鳴った。私が玄関を開けると、そこには空になったピザの箱とチキンの骨が散乱していただけだった。私は神楽、幼稚園に通う娘を持つ30歳の専業主婦。今日は月に一度のママ友会。毎月この日はムーバーイーツで少し豪華な料理を頼んで、ママ友たちと一緒に美味しい食事を楽しむのが恒例。あまりいい噂を聞かないムーバーイーツだけど、今までにトラブルが起きたことは一度もなく、安心して利用させてもらっていた。だけど今日はトラブル発生。同じ幼稚園に子供を預ける花江さんからの連絡でママ友会は台無しになった。でもさすがに連絡して同じ配達員に当たることはないよね。1ヶ月後のママ友会の日に、私はまたムーバーにケンタッキーの配達を頼むことにした。しかしこの判断がさらなるトラブルを呼ぶことになるとは思っても見なかった。人のお金で食べるケンタって最高。ああ、またあんたが注文した料理いただいちゃったわ。また花江さんが担当？しかもまた食べてるんですか？当たり前でしょ。あんたたちと違って私は食事する時間もないの。配達中に食べないと体が持たないわ。だからって人の頼んだものを食べるなんて非常識じゃないですか。貧乏なくせにムーバー頼むような非常識な人間に言われたくありません。てかさ、あんた先月の配達の後本部にクレーム入れたでしょ。だってさすがにあの状態じゃお金は払えないから。だからってクレーム入れないでくんない？対応めんどくさいからさ。それにいいこと教えてあげるよ。あんたが何回クレーム入れたところで私はクビにならないから。クレームを入れるだけ無駄ってわけ。別にクビにしたくてクレームを入れたわけじゃ。商品の代金を返金対応してもらうために受け取り拒否をしただけよ。それをクレームっていうの？マジでめんどくさい。てか返金対応ってどういうこと？さすが貧乏に。やることがせこいわ。消費者側の権利として認められているんです。制度を使って何が悪いんですか？だからって普通使わないでしょ。まあいいわ。あんたが受け取り拒否したところで私がもらえるお給料は減ったりしないんだから。私に嫌がらせのつもりだったのに残念だったわね。嫌がらせのつもりじゃありません。ふん、そんなのわかんないじゃない。本当はそれで私の給料が減っちまえって思ったに決まってる。はあ、女って怖いわ。本心で何考えてんのか分かったもんじゃない。それで今日私が頼んだケンタッキーはまだ届けてくれないんですか？それはもう食べちゃったわ。揚げたてでジューシーで美味しかったわ。働かないでぐーたらしてる人間に食べられるのは嫌だってケンタ様が言ってたから私が食べてあげたの。感謝しなさい。またそんな勝手なことを。仕方ないでしょ、チキンがそう言ってたんだから。また家には配達しないつもりですか？そうね、食べた後のゴミが邪魔だし、あんたの家の前にぶちまけてあげよっかな。先月みたいにね。やめてください。やめるわけないでしょ。骨が届くの楽しみにしててね。ねえ、何よこれ。なんで私が警察なんかに捕まらなきゃいけないのよ。ちょっと説明しなさい。早く返事しなさいよ。ゴミの不法投棄の予告があったので警察に連絡しておきました。やっぱりゴミは回収してもらわなきゃダメですよね。何よ、私がゴミだとでも言いたいの？あれ、違いました？違うに決まってんでしょ。人が買ったものを食べてゴミを家の前に捨てるなんてゴミ以外の何者でもないと思いますけどね。最悪のゴミには最強のゴミ回収員をぶつけるしかないですよね。違うって言ってんでしょ。違わないから捕まったんじゃないですか。たかがゴミの不法投棄ぐらいで警察呼ぶなんてバカじゃないの。たかが？そうでしょ。ゴミなんて誰かが片付けるんだし、ほっとけばいいのよ。花江さん知らないんですか？最近この近所でゴミの不法投棄が増えてるみたいなんです。この前なんて落ちてたゴミを犬が食べちゃって大変なことになったらしくって。ちょうど花江さんがムーバーイーツで働き始めたくらいかな。しかも捨てられてるのはぐちゃぐちゃになった食べ物だそうですよ。私は何も関係ないわよ。誰も花江さんがやったなんて言ってないじゃないですか。それとも何か身に覚えでもあるんですか？ないに決まってんでしょ。そうですか。まあ最近不法投棄が増えてるから警察もこの件にはかなり積極的に動いてるらしいです。いやー、誰が大量にゴミを捨ててるのかが知らないけど、このタイミングで警察が積極的に動いてくれててラッキーでした。あんたもしかして全部知ってるんじゃ。何にも知りませんよ。実はそこら辺に転がっているゴミは全部花江さんが捨てていることなんて。私じゃないわよ。勝手に私のせいにしないでよね。
私が何も知らないと思ってるんですね。見てましたよ、花江さんが受け取り拒否された商品を道端に捨ててるところ。やってないって言ってるでしょ。じゃあ私が撮影した動画は警察に提出してもいいですか。花江さんが商品を捨ててるところがしっかり映ってるんですけど。動画撮ってたの？そんなの聞いてないわよ。だって言ってませんからね。まあやってないって言うなら動画は警察に渡しても何の問題もありませんよね。神楽さん、ちょっとお話が。まあやってないんですもんね。私の見間違いってこともあるし、他の配達員さんかもしれませんしね。何が欲しいの？ケンタッキーなら後で買っていってあげる。もちろんこの前食べちゃったピザも弁償するわ。そんなに慌ててどうしたんですか？まさか動画に映ってるのが花江さんってわけじゃないですよね。だってやってないんですもんね。私を。花江さんがやってたんですか？私がやりました。本当にごめんなさい。警察が動くほどの大事になるなんて思ってなかったのよ。もう不法投棄はしないし、神楽さんが買ったものを食べることもやめるわ。だからそれを警察に渡すのだけはやめてちょうだい。このままじゃ本当に捕まっちゃう。今なら注意だけで許してもらえるみたいなの。仕方ないですね。秘密にしといてくれるのね。ありがとう、本当にありがとう。一生恩に生きるわ。なんて言うと思います？人の月一の楽しみをめちゃくちゃにしといて、主婦をバカにしといて、しかも私だけじゃなくて地域全体にまで迷惑をかけて。そんな、私があんなことしたってバレたらムーバーやめさせられちゃう。もしかしたら離婚されるかも。息子がいるの。私がいなくなったらきっと悲しむわ。そんなに簡単に離婚されます？もしかして今までにも何かしでかしたとか？それは、実はムーバーで働いてるのは借金の返済のためなの。旦那の結婚前の貯金でブランド物を買いすぎちゃって。なのにこんなことしてたってバレたら離婚されちゃう。だからこのことは二人だけの秘密にしてくれない？今の話を聞いて何が何でも警察に言わなきゃって思いました。花江さんが辞めた方がムーバーのイメージも傷つかないし、離婚した方がお子さんもまともに育ちますよ。だから安心して警察にテイクアウトされてください。やめて、お願い。まだ警察と一緒にいます？家の前にいるんですよね。今から動画のデリバリーに向かいます。ちょっと待っててくださいね。やめて。そして私は家の外にいる花江さんと警察の元にお届けに上がりましたと言って動画を提出しに行った。警察の取り調べで核の不法投棄の余罪が明るみになり、ムーバーの配達員をクビに。旦那さんとは離婚することになったらしい。その後花江さんは養育費と使い込んだ貯金を一括請求されたんだとか。請求されたお金は闇金から借り、返済のためにきつい仕事をしているそうだ。あれ以来ムーバーイーツでのトラブルはない。悪い噂が絶えないムーバーだけど、きっと悪いことをしているのはごく一部の人だけ。その人のせいでブランドイメージが悪くなることを忘れてはいけないなと思った出来事だった。